飾りがつきました華やかな衣装の耳萩原選手であります。白いレースで縁取りされました黒い衣装のこれはブラック軍団のドンであります。マミ熊野選手が今紹介されました。この試合のレフリーはテリー周平であります。今お客様に対してですね、何か悪態をついてますけどもね。そうですね、ヤジに対してね。そうですね、この辺はいかにもマミ熊野らしいところであります。さて今日はミミとしては大変な相手を迎えました。早くも試合が始まっております。さあ先制攻撃はマミ熊野選手であります。あっと逆転、この点が最近のミミの素晴らしいところであります。いやー先制攻撃をさっとかわしました。さあ早くも場外になるかどうでしょうか。エプロンに出しました。さあおっと鉄柱攻撃であります。早くも鉄柱攻撃が出ました。いやーなかなか両者とも素早い動きだったんですけどもね、はい、やはり反則攻撃といいますか、こういった攻撃になりますと一枚マミ熊野選手の方が上のようであります。先ほどもご紹介いたしましたように、ミミ萩原選手としてはオールパシフィック選手権レーラ2回と対戦することが決まってましたね。まあミミにとっては今一番ですね、コンディション作りそういった意味で大切な時期ですね。大切な時期ですね、はい、あともう一月ぐらいしかありませんからね。そうですね、初めての防衛戦ということでね、いろいろプレッシャーもあると思うんですけどね、はい、しかも相手がレーラ2回って大きな選手ですからね、その大きな選手どういうふうにこう戦っていくのかっていうのが大きな課題になってくるような気がしますね。新島で、今年は特訓をね、はい、夏場やりまして、また一段と体力にも自信をつけてまいりましたミミ萩原選手であります。ジャッキーやはりミミが大きくなったというのはもうファンの皆さんね一致して、注目しているところなんですけどもね。はい、はい、私もそう思います。ぜひね防衛戦は、はい、勝ってほしいと思いますね。そうですよね、はい、どうですかその可能性は。相手はやはり2倍ぐらい大きいですよレーラ2回は。でもやっぱりね大きさではないですからね。なるほど、やっぱり自分の持ち味を十分出し切れば勝てないってことは決してないと思いますよ。格闘技が大きさだけで決まっちゃうんじゃもう全く決まりませんもんね。そうですね、はい、そういった意味ではミミの第1回の防衛戦大いにファンの間でも話題となっております。注目されるところであります。今日はマミ熊野選手との一戦であります。宮尾さんね、はい、マミ熊野選手がなんとなくヘアスタイルが変わりましてね、可愛くなりましたでしょう、うん、短くなって短くなってね、ちょっと女っぽくなりましたけど、ね、女っぽくなりました。でもやることは変わりませんよ。やることは変わりませんけど衣装なんかもですね、はい、今日出てきた時にね、はい、レースの縁取りでしょ、これなんか相当変わりましたですよ。あでやかになりましたね。あでやかになりましたことで、シューズもね非常になんか赤と青と黄色というのになんかねどっかの国旗みたいな、ね、感じがしますけど、しかしまあそれでお客さんとやり合ってんじゃしょうがないんですけどもね。やはりジャッキーね、はい、女子プロレスの場合は、まあ髪の形をね、はい、いろんな風に選手たち変えていくでしょ。そうですね、ジャッキーはまああまり変えなかった方ですけども、はい、ね、はい、どうなんでしょうね、いろんな心境の変化とか、ね、あると思いますよ。やっぱりね自分で反省した時は髪の毛を短く切ったりとか、反省して髪の毛を短く、気合を入れる時に切ったりとかね、あるんですよね。それから自己 PR のためにね、はい、髪の毛長ければ痛い目に遭うことは多いわけでしょう。そうか、はい、だけどそれをこらえて自己 PR するみたいな、ね、なるほどね、やっぱり女の人だからそういうところはもう十分気を使ってると思います。じゃあ耳なんか今やられてますけども相当辛いですね。辛いと思いますよ、ね、髪の毛の長いのは耳としてはこれ自分でお気に入りなんでしょだと思います。でも格闘技の場合はああしてやられますもんね、もう、なるほど。
ジャッキーらしい見方ですね。そういったのをね、まあ、あの苦しいんですけども、やはり自己を PR するためには少々しょうがないと、やはり美しく見せたいと。そうですね、それがやはりあのプロとしての心構えにもつながってくると思いますね。なるほどね、今2人がかりでね、あの下からデビルがやってるんですけどね、その1対2の変則タッグ風でもね、かなりあの耳がね、落ち着いてやってるんですよね。しかし今思わずあの痛い痛いと悲鳴を上げました。耳萩原選手であります。最近は大きく成長してまいりました。念願の世界タイトルも焦中に収めました。すっかり貫禄を増してまいりました。耳萩原選手であります。デビルがやってまいりました。デビルがやってまいりました。下からやってますね。はい、まあ、あのマミコマの人は完全にデビルマサミ選手もこの試合の中に入れようと、そういった作戦のようであります。今場外になった上層席の横であります。さあ場外乱闘になりました。例によって場外乱闘であります。今度は向こう側と耳が客席に叩きつけられております。札幌中島体育センター別館、今日は満員であります。さあ、また髪の毛をね、鉄柱になんか結びつけられるような感じで、これは大変であります。自分の髪の毛が短くなったんで、相手の長い髪がややね、気になるんじゃないでしょうか。まあ、攻撃目標にはされますよね。女の赤い嫉妬かも分かりませんよ、これね。盛んに耳の長い髪を利用しております。反則攻撃に利用しております。マミ熊野選手であります。またお客様とやり合っております。耳はちょっと痛い。また髪の毛を掴んでますね。本当に今日は気持ちのせいでしょうか。盛んに耳の髪の毛を掴んでるようですね。今日は多いですね。多いですよね、いつもよりもね。しかしあれだけ引っ張られると今日髪の毛洗うと抜けるでしょうね。宮尾さんの髪の毛ではありませんから、あまり抜けませんですよ。そうですかね、あれだけ引っ張られたらね、悔しかった、大変ですよね。はい、まあ、あの耳はここでね、上がり方をね考えないとダメですね。さあカウントがついております。レフリーがテリー周平です。なるほどね、さすがに慎重ですね。あった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 、カウントを数えております。今テリー周平後ろからちょっとつきました。マミ熊野選手であります。後ろからまた髪の毛をやられました。そしてレフリーがやられました。徹底的な反則攻撃であります。いやー、デビルマサミ選手出てまいりました。いやー、これは参りました。最近はレスリングの技術面では大きな成長を遂げました。耳萩原選手でありますが、まあ、あの自慢のかっこいい髪の毛をアーディオされてね、反則攻撃をやられたんじゃたまったもんじゃありませんね。そうですね、はい、マミ熊野選手でありますジャッキーね、はい、マミが髪の毛あの短くしましたでしょ、まあ、あのジャッキーは、その辺 の, そのマミの心境をですね、どういう風に予想しますか。なぜ短くしたんでしょうね。ちょっとわからない。マミクマノの反省点は何だったんでしょうか。反省してきたのかどうかはわからないですけどもね、はい、あの私久々見たんですけどね、なんかマミクマノ選手太ったように思うんですよね。あ、そう、なんかかなり太ったと思うんですよね、はいはい、やっぱり夏に向けて、やっぱり自分が鬱陶しい髪の毛をしてたら、やっぱり相手より動きが鈍くなるね、やっぱりそういうことも多少は考えてきたのかもしれないですね。なるほどね。さて、宮尾さんはどういうふうに想像しますか。そうですね、若干美しくなりたいという希望がさせたのかもしれませんね。そうですか、最近の女子プロレスがあの綺麗になってきましたね。みんな本当ですよね、おしゃれっぽくなりましたもんね、綺麗な女の子の声援も多いですからね、はい、それに若干自分もその列に並びたいと。今まではもうあれですよね、試合一ついという感じのマミクマノだったんですが、やや女に目覚めてまいりましたか ね, そうですね、はい、ただそれがそのレスリングでですね、リングの上でどういうようにですね現れるか、これはちょっと楽しみですね、はい、確かにそういえば今日は本当にカラフルですもんね、シューズにしろ衣装にしろね。さあ耳の方は今日は白い衣装を身につけております。白い衣装のファイティングスーツは最近はもう耳萩原選手のトレードマークになりました。今日は何ですか、そのせいですかね、あんまりこう激しい反則みたいなのは見られませんね。はいはい、まあ、あの盛んに髪の毛をね、重点的に攻めてますけども、使ってますけども、あまり激しい反則攻撃はありません。いつもですと僕らがもう目を覆うばかりの、ねはいはい、反則平気でありますけど、そうですね、しかしなんてことを言ってますと、そろそろこれから出るんじゃないでしょうか。あ、ちょっと聞こえたかもしれませんね、はい、また状態があーっと思い切ってあの
今お腹ですよ、お腹を蹴ってますよ。早くもラフファイトが出ました。さあ血中もあります。ここは本部席であります。本部席に行っております。いや大変ですね。場外乱闘になりますとやはり萩原選手としては心臓であります。さっとリングの上に戻っております。マミ熊野選手カウントが続けられております。あ今北村に助けられましてようやくリングに上がってまいりましたが、すぐにマミが待ち構えております。エプロンであります。さあ今度は首吊りに行くんでしょうか。放送席の前であります。首吊りの体勢には入ったようであります。首吊りであります。ご覧ください、マミ18番の首吊りが出ました。いやー徹底的に痛めつけられております。せっかく今日はカラフルなおしゃれっぽい衣装で登場したマミ熊野選手、まあ、それ以上の感じでね耳が出てきたんでカッとしたんじゃないでしょうかね。相当に痛めつけられております。顔面も汗でびっしょり。新島で世界選手権に備えましてトレーニングを積んでまいりました。耳萩原選手でありますが、今日の札幌中島体育センター別館での試合、相手が悪かったようであります。マミ熊野選手徹底的に耳を痛めつけております。さあ今度はコーナーマットの上、腰を下ろして一番高いところから行きました。これがたまりませんね。いやー誠に強烈であります。ハッとするような技、耳よく耐えております。さあ今度はロープに来るか。あーっと逆転だ。しかし逆転もほんの一瞬であります。この剣がジャッキー、やはりマミのうまいところでしょうね。いいですね、はい、とにかくマミの反則とかですね、まああのひどい攻撃だけがファンの間には印象付けられているようですけども、やはりテクニックとしてもあのナンバーワンといいますか、大したものがありますよね。ありますね、反則技とねテクニックとその併用でね、はい、効果が倍化するんですね。かつて池下由美がですね、はい、私の反則はあの単なる反則じゃないんだと、これはもうあの最高のテクニックなんだと豪語したことがありますけどもね、はいはい、やはりマミもそういった感じでね最近はうまさを身につけてまいりました。さあ今度はどうでしょうか。これが最近よくあのミミが見せる技なんですね。バックドロップですね、はい、ロープを利用したバックドロップになってますよね。さあ上からいった。このまま決まるか。ホーンの体勢簡単に決まりました。ロープを利用いたしましたバックドロップ鮮やか。一方的に攻められておりましたミミ萩原選手でありますが、最後はあっという間であります。誠に効果的なバックドロップ。いやさすがのマミックマノもたまりませんでした。これは鮮やかでしたね。あっという間でしたね。驚きましたね、スイングというのは分かりませんね。分かりません、分かりません。終始、マミのペースだと思ってましたけどもね、はい、いつチャンスがあるかなと思ったら一瞬ですね。一瞬ですもん。これあの判定でいけばですね、今まであの10対1くらいでマミ優勢ですよね。全然マミのペースですね。ね、うん、はい。宇治家リングアナウンサー、これから選手の紹介であります。3AA の世界チャンピオン横田理美選手が紹介されました。ブラック軍団にありまして得意なキャラクターで打っております伊藤博恵選手、今日は相手にとって不足はありません。さあ 3AA 世界チャンピオンの登場でまた一段とざわめいてまいりました。札幌中島体育センター別館であります。ジャッキーね、はい、まあ、あの横田理美選手はジャッキーを破ってね、3AA の世界チャンピオン大きく成長したわけなんですけども、はい、チャンピオンになってからの横田理美選手をジャッキーはどういう風に見てますか。そうですね、今みたいにねやっぱり、はい、あのもう隙っていうものがないですよね、はいはい、やはり小さいも体が小さいことをね、克服するためにはやっぱりそういう隙っていうのが絶対に あっちゃいけないことです、ね、あーはーはーはー、それで一番ですね、はい、キャリアも上の方になったにもかかわらず、ね、はい、
もう新人、若さを持った、ね、新人より気合が入ってるんですよ、はい、なるほど。やはりそういうことがもう一番重要なことになってると思うんですけど、横田の場合は佐藤さん、はい、やはりジャッキーも言ってるようにですね、はい、チャンピオンになったからといって受けて立ったんじゃやはり体力的なものもありますし、いけないんでしょうね。そうですね、はい、その辺は自分も非常に自覚してましてね、本人自身も自分の様子を忘れちゃうと自分はチャンピオンでさえもなくなるだろう、そういうな言い方してますよ ね、で、まあ、その結果としてねチャンピオンが取れたんであってね、もしそういうことを忘れたら自分のプロレスは終わりだみたいな気持ちになってますね。まあ、千代の富士と同じようにですね、はい、ウルフという異名を取ってるね、そうですね、横田凛美なんですが、千代の富士も見事に、綱を巻いて横綱になりましてね、はい、一方の横田凛美もこれまた、まあ、チャンピオンですから大横綱ですよね。大横綱を目指してほしいですね、それは今後の防衛戦のねやり方で決まっていくもんだと思いますね。そうでしょうね、はい、一方このチャンピオンと対戦しておりますのは伊藤博恵選手であります。伊藤博恵選手もなかなか面白い性格をしております。まあ、技もですね新人にしてはなかなかいいものを持っているという評判なんですよね。そうですね、意外とラフアイトで思い切った技ができる選手ですね。はい、今なんかもチャンピオンに対しましてね、反則攻撃でありますがなかなか思い切ったことをやっております。新人とは思えません。あー、なかなか気合が入ってますね。さあチャンピオンちょっと目を攻められてましたね。ロープの摩擦熱を利用しておりまして、この辺はちょっとチャンピオン苦しいところであります。ふてぶてしい表情をしてます。まあ、伊藤にとってはねどこまでこのチャンピオンの、ね、横田をね、はい、攻め込めるかっていうのがね自分にとってのですね課題だと思うんですよね。あ、そうですか、ジャッキー、この伊藤という選手はどういう人なんですか。ですね、ブラックはブラックなんですけどね、はい、私が見た限りでは女子プロ1ね運動能力は優れてると思うんですよね。そう、ですからね腕のね筋肉のつき方なんかもよく見ると、はい、やっぱり普通の人と違いますよね。ははは、本当ですね、だからそこに気合を入れられたらやっぱりね、はい、伊藤博恵選手のペースになっても仕方ないなとも思います。なるほどなるほど、はい、は運動能力一番優れているというね、ジャッキーの診断なんですけども、さあ今度はチャンピオンの逆襲であります。まあ、その肉の付き方っていう点ではね、はい、横田の付き方とね、やや似てますね。やはり、まあ、それでも横田の方が上だっていうことですがね。特に横田は佐藤さん、はい、チャンピオンになる前の盛り上がった肩あたり素晴らしかったですよね。そうですね、というのはやはり自分が体が小さいためにですね、はい、そういったもので補っていくしかないっていうことをね本人がやはり自覚してたことだと思うんですよ ね、 なるほどね。そういう体を作っていったんだと思うんですよね、はい、しかし今日はその油の乗り切ったチャンピオンの横田に対しましてひるまず攻勢をかけております伊藤博恵であります。この試合ここまで宮尾さん、はい、いかがですか。伊藤選手もなかなかやりますね。ね、ここまでやるとはちょっと思いませんでしたけどね、はい、リム選手もちょっと、まあ、ちょっと余裕があるという感じも出てますけれども、はい、でもこれやっぱり新人という思わずにやっぱガンガンやってもらいたいです ね、 ね、 そうですね。それが本当のやっぱり新人に対する礼儀じゃないですかね、はい、これで手を抜かないでね、はい、でも伊藤選手もちょっと攻め方に休みがありますね。あ、そうですか。休まないでやっぱり行ってほしいですね。手的にね、相手は大チャンピオンですからね。だから休まないで、はい、もう行くだけね、もう行ってほしいですね。なるほどなるほど。さあ、なかなか見応えのある好試合を展開しておりますチャンピオンの横田凛美対する伊藤博恵であります。腕を後ろに持ってまいりました。こういったのは私たちだったらもう一発で脱臼するでしょうね、肩ね。そうですね、それから胸が圧迫されますしね、怖いですね。そうですね、それぞれ両選手とも全然足をかきませんでしょ、はいはい、やっぱりいかに、ね、鍛えてるかということですね。なるほど、じゃあ体質もあるんでしょうけども、やはり自分がトレーニングを積んで体調のいい時っていうのは真夏でもそうは汗はかかないもんですか。そうですね、私は女子プロ1汗かきだったもんで、ジャッキーはもう汗かけて定評がありました、これは別ですけどもね、一般的にはそうなんでしょうね。そうですね、はい、はい、まあかなり絞ってると汗は出ないというふうに言いますけどね。そうでしょうね、個人差はもちろんありますけどね、はいはい、やはり試合の前はあまり水は飲まないの、ジャッキー。そうですね、水は控えます。そうですか、はい、
やはり一般スポーツ一般に言えることですけども、はい、汗が出るとやはりスタミナがなくなりますね、うんうん、疲れが早くなるということがありますね、はい、僕らはこうして放送席でちょっと大きい声出すだけでももう汗だらだらですけども ね宮尾さん、はい、大したもんですね。のね、まあ僕らでは全く続きませんね。続きません、ね。今からただね、もうぜいぜい言ってたよ。はいはいはい。ね、大したもんですね。しかもいくら北の北海道とはいえね、電光がもう散乱と照りつけておりまして、しかも満員の熱気であります。もう結構全然休んでないでしょこの2人。はいはい。ここまでは大したもんですよね、その辺のね、その攻め方なりね、はい、自分の逆転のチャンスを狙うやり方なりをですね、その呼吸を戦いながらこう覚えていくチャンスなんですよね、こう、はい、例えば伊藤選手の場合はね、そうですね、しかしさすがにこの辺りからちょっとチャンピオンのペースになってまいりました弓矢がためから、さあ今度はどうするでしょうか。ボディシターズに行っておりますチャンピオンの横田リミであります。相当苦しそうな伊藤博恵、なんとかこれを外そうという伊藤であります。しかしがっちりと入っております。横田は体は小さいんですけども、ああいった足の力なんかやはり相当あるんでしょうね。ジャッキーありますよ、はいはい、ねえ、あ今度はレフリーにか何か口答えをしております。伊藤博恵選手であります。運動量は抜群という、運動能力抜群という伊藤博恵でありますが、ガッツの方も相当にあるようです。左の膝がちょっと悪いんでしょうか、サポーターをはめております。あーっと足を攻めた。この辺は十分に見ております。横田リミであります。足を攻めております。相手のウィークポイントを取るというのがプロレスの常識でありまして、この辺チャンピオンが抜け目なくがっちりと攻めております。まあ、しかし大したことはないんでしょうね。膝ってのはほとんどのもうレスラーにとってですね、はい、大なり小なり血管はあるもんなんですね。あ、そうですか、さあ今度は後ろに回りました。ジャッキー、ここまで先輩としてね、はい、横田の試合ぶり、何か注文がありますか。いや、今のところは特別ないですね。なんとなく余裕がやはりありますね。これはたとえ相手が新人だから、まあ出方を見るというわけじゃないんでしょうが、自然にね、余裕が出てくるんでしょうね、あーっと場外であります。しかしこの場外は新人のようなら伊藤が作ったようであります。伊藤博恵であります。場外なんと、あーっとチャンピオンを椅子に叩きつけました伊藤博恵であります。ゆっくりと今放送席の前を通りまして、向こう側からリングの上に上がりました。さあちょっと足を引きずるようにいたしまして、チャンピオンが今呼吸を整えながら、これまたリングの下であります。この試合は20分一本勝負であります。横田里美、伊藤博恵、両選手の対戦で、今伊藤博恵選手の攻撃空振りに終わりました。狙いとしては良かったんですけどね、やはり読まれてた感じですね。そうでしょうね、さあ場外乱闘から再びリングの上に戻りました両選手であります。しかし横田里美選手の速いですね、技が、はい、ね、相手の技に対しての反応が速いですね。つま先を立ててますんでね、これはたまりません。池下龍ですね、この辺は伊藤広江胴に行った攻撃であります。何かこういう悪い攻撃というんでしょうか、反則が身についてきましたね。チャンピオンをですね、はい、追い込むほどどん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 こう技を出していった方がいいですね。そうでしょうね、はい、これはもう宮尾さんもですね、本当に休まずに攻めるとね、先ほどから言ってますけども、あったこれはチョーク攻撃のようでありまして、レフリーのテリー周平は盛んにカウントを取ってますね。カウントを取りました、反則のカウントを取っております。さあ今度はロープに飛ばしました、どうするか、あっとこれは鮮やかにかわしました。さあチャンピオンの反撃であります。チャンピオンの逆襲が始まりました。
さあもう一回ロープに打って今度はどうするか。あれ最近あの女子プロはですね盛んに、はい、使用する技なんですけどもね、はい、やはり選手としてはあの全体重が乗ってきますんでたまりませんでしょうね。そうですね、カウンターで入りますからね、はい、髪の毛を掴んであっと今度は糸へ一回転であります。一回転ヘッドバット、ローリングヘッドバットが出ました。あなかなかやりますね。ネックブリーカードロップに行きました。もう一発いっか、もう一発いきました。いや負けてません、チャンピオンに負けておりません。堂々たる試合ぶりであります。さあ今度はチャンピオンが行きました。チャンピオンも休まず攻めております。さあ人間空手の体勢に入った大技、あっとこのまま決まるか、いや鮮やかでした。いやー人間空手からですね改めてあの本の体勢に入るかと思ったんですけどそのままつけましたね。そうですね、はい、あのいわゆる風車固めっていう感じですね、最後は 3AA チャンピオンの貫禄を示しました横田リミ選手であります。しかし伊藤博恵選手も前線健闘、見事な戦いぶりでした。本日の正義監督新橋三角に特殊を行います。赤子が全部で勝負し正義対空正義対空選挙140カット今日のナンシーはちょっと膝を痛めておりましてこの辺が心配であります。全日本のタイトルベルトが大きな自信につながっております。あラッキー村が今日のレフリーっていうのはどうもそのナンシーにとってはですねこれアンラッキーですよね。そうですね、はい、どうもこのところですねこのナンシー組とそれからラッキー井村はまあ相性が悪いというんでしょうか非常に感情的な対立が見られるようでありまして早くもまたなんかね、揉めてるようで、ああ心配ですが早くも襲いかかりました。あっと奇襲攻撃でありますデビル正美選手いきなり襲いかかりました。早くも突き出ました。そして顔面攻撃であります。迫力のあるデビル正美選手この試合は30分一本勝負であります。あ今なんかでも何かちょっとつまずいたようなふりをしながらですねラッキー井村どうもナンシー組に当たっているようであります。いや宮尾さん、はい、最近はですねナンシーと、はい、それから今レフリーをやってるですね、はい、どうもラッキー井村が感情的にうまくいってないと言いますかね。困りましたねこれ、はい、ですけどね負けちゃいけませんね。応援団球に本当は出てもらいたいところなんですけどもね、これナンシー組は特に今日は左膝を痛めてますからね、はい、あそこを狙われると怖いですね。そうなんですよ、相手が悪いですね今日デビルっていうのはね。そうそう、ちょっと今日は苦戦ですね。はい、ナンシーにとっては本当に絶体絶命といったような感じがいたします。今日のデビル戦であります。佐藤さん大変なことになりましたですねこれね。そうですね、はい、膝の故障ですね。それとやはりレフリーが井村っていうのはとてもナンシーにとって苦しい展開になるんじゃないかと思いますね。で、まあ、タイトルマッチも控えてますしね、この辺で何かあるとですね、こう田園黒島の夜がですね、また何か起こるというふうな雰囲気になってくるんですよね、はい、そのためにも今日はナンシーにはきっちりと勝ってほしい気がしますね、はい、そうですね、はい、左の膝をちょっと負傷しておりまして、ナンシーにとっては決して今日は体調は良くありません、やはり左の足をかばっているような動きであります。何かストンピングをしようとして伸ばしたまんまですね、はい、足が下についちゃって、膝を痛めたというんですけども、そんなことはよくあるんですかね。意外とね、はい、あるんですよね、思いがけないところでね。ナンシーはもともとそうね、怪我はない方なんで。そうです、怪我には強い選手ですね、今日はしかし相当に痛そうであります。ジャッキーから見ていかがですか今日のナンシー、まだね、5分も経ってないのにね、ピック引いてますから ね、はい、ね相当痛いんでしょうね、心配ですね、はい、今日の札幌中島体育センター別館は超満員でございます。全日本女子プロレス熱戦を展開しておりますが、あるいはテレビの画面からですね、ちょうど札幌の夜は花火大会がね
盛んに行われておりまして、花火の威勢のいい音が、あるいは入ってくるかも分かりません、ポンポンという威勢のいい音が今も札幌の中島体育センター別館の外から聞こえてまいります。まあ、あの内と外で大熱戦というところでしてね。そうですね、はい、花火にも盛り上がっております。共演ですね、はい。中島体育センター別館は女子プロレス火花を散らしておりますけども、札幌の夜はこれまた綺麗な花火でございます。さあしかし大変です。もうナンシーが何かあのベソを書いてますからね。泣き顔であります。ナンシーとしては短期決戦でいかなきゃいけないですね。そうなんですよね。長引きますと膝の骨がどんどん痛くなりますね、はい。もう上がり場がありません。8月29日電源コロシアムでは、ナンシーとしても大切な世界戦を迎えているわけであります。さあっとどうでしょうか。コブラツイストに行きました。コブラツイストに行きました。しかしまあこの程度では相手はデビルマサミであります。根性のデビル、しかもチャンピオンベルトを手にいたしまして、最近はすっかり試合ぶりにも自信が溢れております。デビルマサミ選手であります。あーっと買い上げました。この剣はいかにもナンシーらしく軽々と買い上げました。上から本の体勢でありますが見てくれません。すぐには見てくれません。レフリー遅いじゃないかという、リングの下から今声が出てますけども、なかなかあのこのラッキー村という人は、まあ、頑固というんでしょうか、非常に感情的な人でありまして、もう徹底的にナンシーにとっては不利な判定であります。堀歩美選手が今日も来ております。心配そうに堀歩美選手が来ております。やはりあのタグ組んでますからね、はい、そういう意味でもあのコンビネーション日頃からの連携がいるわけですよね。そうですよね、ここが挙げてるんですね、はい。さあサイドヘッドロックの体勢でありますが、デビルマサミ選手はあーロープに足がかかってますね。あっとっとっと、ロープに足をかけたままちょっとあのチョーク攻撃であります。親指でナンシーの喉を攻めておりましたデビルマサミ選手であります。見えないところで、あるいは今日のラッキー村にとりましては見えるところかも分かりませんけども、誠にうまい反撃攻撃を見せておりますデビルマサミであります。あっと放送席の前に降りてまいりました。あーっと今度はあー盛んにやってますね。あー2人攻撃、マミクマの選手が出てまいりました。いやーこれは大変であります。放送席の前でやられました。膝を痛めて今日は苦しい試合のナンシー組であります。しかも場外乱闘反則攻撃、マミックマの選手が実に効果的でした。反則攻撃はもう慣れたもんであります。ブラック軍団、さあ 3WA チャンピオンの横田も出てまいりました。盛んにデビルマサミの反則攻撃に対してレフリーに抗議しております。あーっと、ね、全員がラッキー村に抗議してますね。あのね、あの抗議の仕方も考えた方がいいですよ ね、はい、ね、そっちの方にばっかり聞いておられるんですね。あ、そうですね、はいはいはい。あー、ナンシーが反則攻撃受けてるのにそっちの方が見えないですもんね。そうなんですよね、はい。いや、それにいたしましても、まあ、かつてあのアメリカからですね、悪徳レフリーというんでしょうか、とんでもないレフリーが来ましてね、ジャッキーをはじめ、まあ、日本の選手団が相当苦労したこともありますけども、日本のレフリーでしかもあの同じ所属でね、はい、これだけ の、 あの感情的な対立というのも珍しいケースであります。ジャッキーあのラッキー井村というレフリーは性格的にはどうなんですかね。ちょっと私もわからないんですけどね、はい、前 AB 別々にやってた時に向こうのレフリーをやってたんですね。あ、そうですか。ですから私実際にはないと思うんですよね。じゃあナンシーが B グループにいた時に B グループでやってたんですね、これは何かあったのかも分かりませんね。かもしれませんね、はい。最近は AB 一緒になりまして興行をやっておりますけども、まあ、この辺で何かがあったんでしょう。ラッキー村に聞いてみましてもですね、いや決してそんなことはないんだと、私はいつも公正を心がけているとこういうふうに言ってますね。まあ、あの本人はそう言ってますよね、はいはい。だからどうもナンシーにとってはね、はい、相性が悪いようでありますと思いますね、はい。あー、やはりデビルマサミ選手ね、足に来ましたね、焦点を絞って来たようであります。あーっとっとっと、ああいう風に痛めてる時に引っ張られるっていうのはどうなんですかね。あの関節を痛めてる場合はかなり効きますよね、はい、そうでしょうね。行くだけで見てるだけでも何かね、よくああいうことをやりますね。ああ見てください、あかなり痛そうです ね、 ね、押さえつけております。あーナンシーが反撃しておりますが、もうこれはどうしようもありません。今日はナンシーが足を痛めているということは、歌を歌った時点でもう全選手に知れ渡っております。デビルマサミ選手も当然これは承知であります。
徹底的にその痛いところを攻めつけております。この剣がまあなんと今の残酷なところなんですけどもね、ちょっとこれブレイクイメージないところ反則ですね。はいはいはいね、マミが言ってますね。いやこれは痛い、どうしようもありません。宮尾さんもナンシーをねいつもの、はい、声を枯らして叱咤激励で応援してますけども、今日のナンシーはちょっと悪いですね。仕方ありませんね、はい、マミ熊のおまけですね、かなりねリングサイドからもやってますからね。あ最近はガッツが出てまいりましたが、あれあれあれ、マミ熊野選手は何かサポーターをほどいてるんじゃないですか。持ってますね、向こう側でね、はい、マミ熊野選手がサポーターをほどいているようであります。これはひどいことをするもんであります。今日はこの足がほとんど伸びないような、そういった痛い状態で使用しております。あっとサポーターをほどいてまで、こういったアシストもあるんですかね。さあデビル雅美選手、今日は普通にやったって十分なんですけども、ひどいことになったもんであります。ご覧ください、あ幹部が赤く腫れ上がってますもんね。これは無茶であります。これはひどい、背中からもう汗を流しながら反則攻撃を続けておりますデビル雅美選手であります。足がほとんど伸びない状態であります。これ以上試合続行はちょっと不能なんではないでしょうか。そうですね、かね、しかしナンシー君もいい根性してますね、やってますけどもね、絶対にギブアップしませんもんね、はい、しかしこれはやっぱり大切な試合もね、ドクターストップしてほしいという気持ちありますね。目前なんですけども、これ以上やったんじゃどうでしょうか。ジャッキーもよく足は痛めてましてね、分かるでしょうこの苦しさは。もう自分の足で痛められてるみたいですね、はいはい、ね、しかしその痛い足を徹底的に攻めつけております。やはりあれ関節を痛めてるわけでしょう、ジャッキー。そうですね、ね、そうしますとこれは効きますね。今日は相手が悪かったナンシーであります。場内がシーンと静まり返ってまいりました。あ花火大会の花火の音だけが大きくね、場内に聞こえてまいります。場内が静まり返ってまいりました。あまりにもひどい反則攻撃でね、シーンとしております。まあそういう意味では完全にはい、レフェリングもですね、構成を変えてますからね、はい、攻めていってますね。いやこれはなんとかなりませんか。この試合は30分一本勝負であります。さあデビル髪の毛を掴んでおります。あっとまた場外でも足を攻めております。ナンシーも黒字に曲がってますね。痛そうです、ナンシー苦しそう。カウントがついております、カウントがついている。これこのまま場外で痛めつけられてサッと上がると危ないですね。さあカウントが速くなります、カウントが速くなります、ね、危ない危ない、両手を上げました。ナンシー上がれた、上がった、やっと上がりました。危なかったナンシー。さあなんとか反撃しなくてはどうしようもありません。さあ前に落としましたフロントバスターであります。さあデビル雅美、今日はちょっとナンシーとしては本当に分の悪い試合であります。また前に落とした、あれでも膝を打つわけですよね、効いてますよあれでも、効いてますよね、はい、あっとカウント、気合が入っているというのは変ですけども、実に気合の入ったカウントの取り方をしております。早すぎますよね、早すぎです。さあまだフロント、あっとうまい、うまくだった。さあナンシーチャンスだ、反撃、痛い膝をね、片足で着地しましたよ、今片足でしたでしょう、ナンシー素晴らしいガッツであります。さあナンシー反撃、さあ耐え上げた、後ろに落としました。渾身の力を振り絞っているナンシーであります。貴重な戦いになりました。さあナンシーどういうふうに打った、早く決めないと危ない、抱え上げた、あっとそのまま行った、カウント危ない、ラッキーからのカウントは早すぎる。さあナンシー反撃、あっと場外へ、場外へ落ちました。いや相手はデビル雅美だけではありません、完全にレフェリーもデビル雅美側についております。しかもマミ熊野がいます、ブラック軍団がいます。ナンシー苦しい試合です。まあ、かなりのガッツでね、根性で持ち直したんですけども ね、はい、ね、さあ場外だ、負けてませんね、ナンシーもやってますね。ああナンシーがやっている、ナンシーがやっている、今ナンシーが上がろうとしましたが、ああマミクマノが行っている、今上がりましたよ、これ上がれましたね、今上がりましたね、マミクマノ選手が実にうまいところでね抑えました。ナンシー悔しいでしょう。しかしこれはナンシーにとってはいい試合です、いい根性をつけました ね、はい、この根性は今後の試合にですね大きく役立ちますね、そうでしょうね、はい、
男子に根性というのはもうあの宮尾進さんのですねいつも声を枯らして言ってることなんですけども、今日は実に素晴らしい根性を発揮いたしました。当然としておりますリング上、両者場外カウントアウト、すでに決着はついておりますが収まりません。両選手ナンシーも収まりません。レビのまた2選手だって損をしてますよね、次は勝てるでしょう。そうなんですよ ね今日は。ああ今ラッキー村がね、雲を霞と控え室に、かけていきました。それにいたしましてもナンシー本当に最悪のコンディションで今日は前線検討であります。ジャッキー、はい、よくやりましたよね。頑張りましたね。はい、早速リング上ご注目ください。20分1本勝負を行います。赤コーナーレッドフェニックスショーク140ポンド坂本和平、青コーナーブラックデビルショーク160ポンド本庄ゆかり、レフリー柳美幸。
さあこの試合は面白そうですね。小さな坂本和恵選手と大きな本庄ゆかり選手、対照的な両選手の対戦であります。20分一本勝負です。今日は栃木県の川内郡にあります上三川町、栃木県上三川体育センターから全日本女子プロレス熱戦の模様をお送りしております。まず力で根性が攻めております。ロープの反動を利用いたしまして根性得意の攻撃でありますが、今度は巻き投げに行きました。おっと膝を出したんですかね、この野郎という根性ゆかり選手であります。佐藤さんね、はい、本庄ゆかり選手はもうご覧のような体でしてね、一発のそこにはまればですね、本当にチャンピオンクラスだって、負けることもあるというね、大変な力を秘めているわけでしょ、非常に素質的には嘱望されている選手ですね、はい、2リーグ制時代にですね、Bグループのリーダーの都市国マネージャーに聞いたことあるんですけどね、はいはい、将来これをぜひものにしたいというような話があったんですよね、はい、確かにそれだけ のパワーもありますしね、体力もあると思います、ね、でも今一つこうなんか伸び悩んでる感じがしますね、はいはい、その辺はどこなんですかね、何が一つ大変ですか、結局、まあ、その当時もそうだったんですけども、精神的なものが障害になってるんじゃないかと思うんですよね、そうですか、本当にこういった格闘競技ではもう大きな体というのはそれだけで武器ですからね、武器なんですよね、それにプラスもう一つ迫力といいますかね、精神的なものがプラスされるともう鬼に金棒ということになるんですよね、天性の素質を持っております根性ゆかり選手、対するは坂本和恵選手であります。坂本和恵選手はもう体は小さいんですが、逆に根性選手とはまた違ってですね、精神面根性面でね、素晴らしいものがあるわけですね、ですからプロレスってのはうまくいかないもんですね、難しいもんですね、両方兼ね備えれば本当にもうジャッキーのようにすぐにチャンピオンになりますけどもね、そうですね、はい、ジャッキーはこの2人なんですけども、はい、どういうふうに見てますか先輩として。やっぱり私もですね、はい、佐藤修一さんと同じでね、小手先のね腰の入らない攻撃さえねなんとか克服すれば本庄ゆかり選手はねいい選手になると思うんですよ、ね、割と新人入ったばっかりからね反則ばっかりやって、ある意味じゃあ反則に頼ってるみたいなね、そういうところがあるから、本来のね実力を出し切ってないような気がするんですよ、そうですかね、ですからやっぱりそういう反則に頼らずにね、はい、やっぱり自力で勝つみたいな試合をね数多く増やしていってほしいなとは思います。まあ、全日本女子プロレスはそのブラックというね軍団がありましてね、はい、新人でそちらに入っちゃうとですね、どうしてもその、小手先のというかその裏から行くというか、これを覚えちゃいますでしょ、この辺はやはりそのブラックの教育の悪さというところを言えるかもしれませんね、でもやっぱり池下由美選手なんかはもう新人の頃はね、もう反則なしで、もう自力をつけて自力をつけて、その上、反則攻撃をプラスしたから強いんであってね、力をつける前に、プロレスを覚える前に反則だけを覚えちゃいけない、そうだと思います、ね、私は、はい、それはそうかもわかりませんね佐藤さん、その通りですね、はい、やはりその実力の裏付けがあって初めて反則攻撃が生きてくるんであってね、最初から反則やってたんじゃね、やはり抜かれますよね、うさぎと亀じゃないですけどもね、はいはい、今日は佐藤さんに解説をお願いしてるんですけどもね、1号2号のコンビがぴったりですねさて上になって攻めておりますのは小柄の坂本和恵選手であります。坂本和恵選手は埼玉県戸田市の出身であります。一方の本庄ゆかり選手は東京都北区の出身であります。さあストンピングです。このストンピングなんかも今一つですか、もうちょっとですね、あっとしかしこれは効くでしょう、とにかくねこの重量であります。さあ今度は赤ロープに乗ってまいりました。ちょっと仲間の力を借りております根性ゆかり選手であります。坂本苦しくなりました。根性はとにかく85キロでありました。ボディアタックを得意としております。今日は小さな坂本和恵選手と対戦。ジャッキー大きい選手というのは逆にですね、小さな選手と対戦するのを嫌がるというか、どうもお得意じゃないというのとかありませんか。
やっぱりありますね。ね、簡単にあの後ろに回られたりとか、はいはい、それからもう何かっていうと攻撃してる最中にね、うん、飛び上がって体重を預けに来るね、はいはい、やっぱりそういうのが絶対ありますからね。そうですよね、さあ盛んに足を攻めてますけども、これは相当に効いているようであります。なんとか逃れました坂本風。ここは本庄のチャンスであります。さあ本庄、坂本ロープに振った、どうするか、エルボーで行きました。これはカウンター、綺麗に喉元に炸裂しております。もう一発いくか、さあどうかと逆襲であります。坂本加藤選手の逆襲、はい、いいタイミングで捉えましたね、この辺がね、ちょっと人が良かった。本庄ゆかり選手であります。さあロープに逆に振られております。本庄、あーっと今度は抱え上げました。小さな坂本和也選手、フライングボディアタック2つに終わってしまいました。今度はいったボディアタック、これが18番であります本庄ゆかり選手。さあもう一発いくか、バシッといきました。これが出るとちょっと坂本苦しくなりますね。さあ抱え上げてどうするか、そのまま落としております。大ピンチになりました坂本。本庄もう一発、慎重にいかないといけない。あっと今回転エビ固めを狙って入ろうとしたんですか、入ろうとしたんですか、不発ですね、足が取れなかったですね、取れませんでしたね。あっと上からいった、これは強烈であります。さあどうか、あっと逃げられませんでした坂本、逃げられませんでした。起死回生の回転エビ固めが復活に終わりましたんで ね、 そうですね。ここは本庄ゆかり選手、圧倒的な強みを発揮いたしました。本庄ゆかり選手が小さな坂本和恵選手を体力で圧倒した一戦。4試合タグマッチ3分1本勝負を行います。赤コーナー全日本女子プロレス140パンド、立野のりよ。同じくダイナミックジャガー所属 CWA 世界シングルチャンピオン130パンド、ジャガー横田。 3WA の世界チャンピオンがリング上に登場であります。青コーナーブラックデビル所属135パンド、伊藤博平。伊藤博恵選手、140パンド、マミクマノ。池下の引退で今やブラックのドンの王座についておりますマミクマノ選手であります。今宇治リングアナウンサーから紹介がありました、立野のりお選手はご当地出身なんですね、はい、栃木県の足利でありまして、まあ、このすぐ近くの町の出身であります。昭和40年の12月1日生まれ、中学時代には陸上のハイジャンプの選手もやったそうであります。また水泳も得意だそうであります。何か顔つきがですね、松田聖子選手に、あ、聖子さんにですか、似ているということで全日本女子プロレスの松田聖子と言われているそうですけどもね、なかなか可愛い雰囲気ですよね。そうですね、はい。さあ世界チャンピオンの時に果たしてどういったデビュー戦を見せてくれますか。試合が始まりました。まず横田リミ選手、まあ、ジャガー横田とね、最近はリングネームを持ちましてね、はい、本当に名実ともに、立派な第一人者に成長したわけですね。まあ、この初めてリングネームをつけてもらったわけですけどね、はい、おっと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 、あ、やはりマミクマノ選手はですね、新人の立野選手に標的を絞っているようで、これかわいそうですよね、何か早くも泣きそうな顔してますけども、まあ、今年オーディションで入ってきた新人ですからね、はい、本当の新人ですからね、今日は地元栃木県の対戦ということもありまして、リングに登場しております。世界チャンピオンとしてはもう当然かばわなくてはいけないんですけども、相手がどうもマミコの伊藤博也というブラックデビルであります。気が悪いですね、早くもコーナーにね、はい、連れてこられてしまいました。集中攻撃を受けそうであります。当然標的は立野選手であります。相手が悪い、もう本当に泣いてますね。顔面攻撃を受けております。顔面攻撃で、あーっと、あーっとっとっと、大丈夫でしょうかね、ジャッキー。これ
苦しい思いしますよ今日の試合は。いや苦しい痛い思いをしますね。デビューは嬉しいでしょうけどもね、相手が悪かった。さあどの程度世界チャンピオンのジャガー横田がこの縦の選手をかばえるかどうかでありますが、もう徹底的にこの新人に集中攻撃を加えておりますブラックデビルであります伊藤博恵選手。あっと下からまた行きましたですね。ブラック軍団が総出でありまして、これはちょっと縦野典雄選手としては非常に厳しいデビュー戦になりそうであります。またコーナーですね。表情なんか見てますとね、最初はもう泣き出そうを書いてましたけども、今はやや恐怖心でね引きつってますよね。そうですね、はい、まあ、淡いでしょう。耐えるかですね、今ようやく横田選手が出てまいりました。ジャガー横田の登場であります。さあっとジャガー横田、ご覧のようなカーリングの速さであります。今度は伊藤博恵選手が出てまいりました。ジャッキー、はい、マミ熊野と伊藤博恵選手、これからあの面白いコンビになるんじゃないですか。そうです ね、 ね、割と合ってますもんね、はい、気持ちが合ってますよね、はい、しかもテクニックを持っている両選手であります。いいですねチャンピオン動きが。そうですね、素晴らしいヒットドロップであります。そして今縦の選手が出てまいりましたが、これはちょっと失敗であります。首投げ宮津であります。さあ3発目いっかーっと、早くももう逆転、形勢逆転であります。難しいですね、頭突きが飛んでおります、もう単独テクニックはあらゆる面でやはり違うもんですね。さあ今度は伊藤からマミ熊野選手であります。これはどうしようもありません。もう一刻も早いタッチが必要であります。一刻も早いタッチが必要であります。さあ今度は顔面をですねシューズで擦ってますね。徹底的な反則攻撃であります。カウントが入っております。容赦いたしません。新人といっても決して容赦をいたしません。2人攻撃、2人反則攻撃であります。シューズのつま先をご覧のように立てております。これは止まったもんじゃありません。いや受け身がまだ十分に取れてないでしょうし、ちょっと怖いですね。っとまた行きました。おっとっとっと、今度はレフェリーに抗議しております。マミ熊野選手であります。ブラインドついてるわけですよね。あそうですね、はい、半数カウント数えるとあの熊野が入ってきてですね。そうですね、はい、30分一本勝負。今日はジャガー横田がデビューしたばかり、新人の縦野典雄選手とタッグを組んでおります。縦野選手は再三ご紹介しておりますが、栃木県足利市の出身であります、今日は栃木県上三川体育センターからお送りしております、地元の選手ということで今日はジャガー横田と組んでタッグマッチに登場したわけでありますが、何とも言えません。徹底的にマミクマの伊藤博恵両選手、この新人を攻めております。新人いびりという言葉がありますけども、まさにもうその通りでありまして、情け容赦はありません。あーっと鉄柱へ行った、鉄柱攻撃であります。ジャッキー、はい、どうしようもありませんかね。しようもないですね。あのやはりね攻撃を受けててもね、普通キャリアのある人だと、あの突っ込んでくるものを引きながら受けるみたいなね、そういう受けのテクニックもあるんですけども、はいはい、彼女の場合本当受け身がまともにね、受け身もやっとって感じですもんね。攻撃を受けてますから見ていてあの私たちも怖いですよね。怖いですね、なんとか世界チャンピオンにカバーしてもらいたいんですけども、相手が悪いですよね。マミ熊野選手と伊藤博恵選手であります。まあ現在のこれ最悪というか最強コンビですからね。そうですね、はい、徹底的ですね。しかも反則攻撃専門でありまして、縦の選手としても普通の試合ができません。あっと今相当背中を痛めつけられました。全日本女子プロレスの聖子ちゃんも今日は徹底的に痛めつけられております。マミ熊野選手、あっと1回転いたしましてコーナーに戻りました。これがもうやっとであります。まあその人はよく、耐えましたよね。そうですよね、頑張ってますよね、根性はありそうじゃないですか。そうですね、はい、まあ、そういうふうに痛められながら、精神力がついていくもんですけどね。白いですね、もうポチャポチャの顔がですね赤く輝がってますからね。さあマミ熊野選手が怒り狂っております。伊藤博恵選手にタッチ、あっ
手伊藤翔平選手も内臓を攻めております。さあ世界チャンピオンちょっと苦しいところであります。首投げからまだ内臓を攻めました。なんか拝み打ちみたいな感じでね、あのままあの胃袋つかみに、そして胃袋つかみクロー攻撃であります。伊藤博恵選手もこういった怖い技をたくさん身につけてまいりました。体は決して大きくありません。細い体をしてるんですけども、この人の根性といいますかね、闘争本能はもう大変なものを持っております。さあ今度はコーナーマット逆ずりであり、あっと縦の選手が助けに行きましたけども大丈夫でしょうか。世界チャンピオンをけなげにも助けに行きました。さあ30分日本勝負のこれはタッグマッチであります。マミクの選手の首吊りが出ました。首吊りが出ました。公式であります。さあ縦の選手が下から助けに行きました。まあ熊野組の真の狙いはこういうことにあるわけですよね。あの縦の痛めつけておいてですね、はい、結局あのゆっくり2人がかりで横田を攻めるということだと思うんですね。なるほどね、やはりコールを奪うんだったらですね、新人の縦野じゃなくて横田から、はい、もちろんそういう狙いでしょうね。その辺が意地があると思うんですよね、はい、意地がありますね。しかし場外乱闘になった。コールこちら側では横田陸選手も相当にダメージを受けたようであります。再三の場外乱闘が展開されております。栃木県上三川体育センター、お客様も大変です。放送席も大変であります。今世界チャンピオンなんとか中に入ろうとしております。熊本選手が喉元をシューズで押さえつけております。顔面からちょっと軽く出血しております。横田ジャガー横田であります。さあ抑えに行った、どうか。カウントが入りました。やはり真の目標はこの世界チャンピオンの横田という感じが ね佐藤さんの予言通りはっきりしてまいりました。さあ横田反撃、横田反撃、しかし後ろから髪の毛を捕まえている熊野真美であります。頭突きでいきました。伊藤博恵の突き、思わず尻餅をついてしまいました。世界チャンピオンであります。さあここで立野が出ましたね。新人の立野が出てまいりました。1回転頭突きであります。ノーリングテンのバット。さあそして今度はネックフリーカードロップ、次々に大技炸裂であります。ネックフリーカードロップ縦の耐えられるか。さあ真美熊の選手が待っている。あーっと、分かったですね、これは相手であります。縦のうまくかわしました。チャンスになってまいりました。チャンスであります。横田凛美が今真美熊のを捕まえた。ヒップ攻撃であります。ヒップ攻撃、さあ面白くなった。もう一発いった、完全にカウンターになって決まっております。さすが世界チャンピオンであります。さあ横田のチャンスであります。伊藤広めを捕まえました。人間風車、そして縦野に花を持たせるかどうか。さあ縦野が今伊藤広めを捕まえております。どうするか、ドロップキック、これは決まっている。上からいくか、もう一発いくか、ロープいっている。縦野もう一発ドロップキックであります。さあ横田がトップロープに上がっている。セカンドロープであります。どうかと、これは逆転、相打ちであります。伊藤博恵がよく見ておりました。さあ今度体勢でカウント3であります。あっという間でした。世界チャンピオンホーンの瞬間はリングの下。やはり宇野の方は全然健闘でしたね、やはりお二人の方がベテランですね。その辺の差が出た感じがしますね、最後は。はい、しかしジャッキー、はい、なかなか楽しませてくれましたね。そうですね、はい。こんにちは、全日本女子プロレス。今日は兵庫県の赤穂市にやってまいりました。播州赤穂、まあ、こうしますと私からご紹介するまでもございませんけど、ここは忠臣蔵のふるさとでもあるわけでございますね。私たちは相生から車で、高取峠を越えまして赤穂に入ってきたわけなんですけども、南は瀬戸内海に面し、他を山に囲まれました本当に穏やかな町でございましたね。
この総合体育館のすぐ隣の方が赤穂城址になっておりました。中には大石義雄の屋敷跡もございます。また同じ城址内には大石神社もございまして、観光客で終日にぎわっております。八重桜も満開、若葉が燃えておりまして、今赤穂は一年中で一番いい季節なのではないでしょうか。また市内には浅野家とそれから47市のお寺として有名な科学寺がございます。これは参詣人の人が後を絶ちません。とにかく歴史と豊かな自然に恵まれました。今日は万市赤穂からの全日本女子プロレスの放送でございます。それでは例によりまして、放送席、今日のゲストの皆さんをご紹介することにいたしましょう。まずもう皆様おなじみでございます、全日本女子プロレスのコミッショナーの上田真嗣さんでございます。よろしくお願いいたします。よろしく。今日は本当に館内ね、超満員で熱気ムンムンという感じですね。よく入ってますね。はい、ということで、まず解説役でございますね、上田さんにおいでをいただいております。それから上田コミッショナーのお隣がもうね、司会にそれからお芝居に大活躍という荒木由美子さんでございます。荒木さん、ようこそ。女子プロレスは初めてですか？初めてですもん。そうですか、はい、なるほどね。じゃあ今日はどういったことになりますか？とにかく見てるね、体の方が心配なんですけどね。そうですか。なんか気になっちゃって、盛んに大丈夫か大丈夫かと言ってます、場外乱闘もありますんでね、はい、十分お気をつけください、私も緊張してるんですよ。体がなんかこちこちになっちゃって、もう固くなっちゃった、そうですか、楽しみです、それからもうお一人お迎えしております、おなじみのデモンキデさんでございます。ようこそ。こんばんは。どう、ね、デモンさんはもうゴルフをやったり野球をやったり大変なスポーツマンなんですけども、プロレスと格闘技の方はどうなんですか？もうね、僕はね、テレビではよく見てます、はいはいはい、なんたってこのリングサイドで昔ボクシングはよく見に行きました。なるほどね。レスリングは男子も女子も初めてです、はい、初めて、はあ、もうとにかく楽しみにしてるんですけど ね、いや実はもうね、デモンさんは何度も何度もプロレスなんかご覧になってるのかなと思ってたんです。いやいや、もううちでいつも子供とこの番組は見てたんですけどね、はいはいはい、まさかこういうここに来られると思わなかったです、ね、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということでして、荒木由美子さんとデモンキデさんを今日はゲストとしてお迎えしているわけでございます。それではですね、まずここでいつものようにミミ萩原選手の歌からご覧いただくことにいたしましょう。ファイナルシングルマッチ30分一本勝負を行います。赤コーナー、大陸ジャマルソーク、ついに田村世界シングル全国130パンド、ジャマル横海。登場であります、ジャガー横田選手が紹介されました。グランデビュー所属135ファンドワイルドカズキ、ブラック軍団ナンバー2にのし上がってまいりました、ワイルドカズキ選手であります。あー、かっこいいですね。赤い帽子を場内にね投げ捨てております、ワイルドカズキ選手であります。さあ、ブラック軍団のナンバー2登場で、場内は異様な緊張であります。なんとなく荒木さん、こう嫌な感じがしますでしょう。いや、今放送席睨んでましたでしょう。目線があったら怖くて、いやいや、公園のお猿さんじゃありませんけど、目を合わせちゃダメですよ、はい、とにかく何をするか分かりません。とにかくブラック軍団はですね、このリング上で戦っているワイルドカズキ選手だけじゃありませんでね、いろんな手下がいますので、この辺も十分気をつけていただきたいと思います。ほらーっと、何かコミッショナーの前でね、見えるような感じで反則攻撃を次々に出しております。大丈夫大丈夫、ねえ、ワイルドカズキ選手、あーっと、しかし BWA チャンピオンのジャガー横田、さすがにテクニックは抜群であります。反撃に転じました。さあ、思い切っていった、こういったところがね、何か目を切るというんでしょうか。満員の赤穂市民総合体育館のお客様、ジャガー横田の反撃に拍手喝采であります。いや面白くなりますよ、この試合は。いい試合でございます、はい、私今睨まれて心臓ドキドキしてますよ。まだ本当にこんなもんで済めばいいんですけども、なんとなく私も内心心配ですけどもね、果たしてどういうことになりますか。特に場外戦は得意であります。しかし上田さん、この赤穂のお客様ですか、反応が本当に素晴らしいですね。そうですね、はい、格闘競技が大好きという感じですね。
あんまりかかと声来ないんですけどね。あ、いや、あの自然から見てみましても穏やかでね、何かあの格闘競技なんかに夢中になるような感じじゃないんですけども、ね、はい、これはあの朝の飯というのは大体鮮度も確認されたのかも分かりませんですよね。え、臨場方もありました。とにかく今日は忠臣蔵のふるさとと言われております、ファンシー赤穂にやってまいりました。番組の最初にもちょっとご紹介いたしましたが、この赤穂市民総合体育館のすぐ隣が赤穂城址になっておりまして、もう皆様歴史の上でもおなじみのいろんなあの史跡がございますけども、特に大石義雄の邸宅とか跡とか、あるいは大石神社とか、そういったものがもうすぐこの体育館の隣にございます。今日は満員の赤穂市民総合体育館から全日本女子プロレス熱戦をお届けしております。まあ、そういえばあの荒木さんなんかね、もしあの荒木っていう名字が逆でキラーなんかだったら大変ですねこれ赤穂には来られませんですよ。はい、荒木でよかった、はい、ね。いっぱい反則するんじゃないですか。そうでしょうね。もう試合開始当初から思い切った反則攻撃をね、遠慮会釈なくやっていると、そんな感じですもんね。特にあの放送席の方に向かってさっきやってましたんでね、蒸発してますね、蒸発してますですねとにかくリングの上に上がりますとね、もう目つきが変わってまいりますが、このブラック軍団ナンバー2のワイルド和樹選手であります。さあ降りてまいりました、カメラの前であります。勘弁してもらいたいんですよね。もうやめてください、やめてください。あーっとデモンさん、いやー大丈夫でしょうか。徹底的に放送席を吸収で、ゲストのデモンヒデさんとそれから荒木由美子さんはいませんですね。どこへ行っちゃったんですか、ヒデさん。いやー荒木さん、どうぞどうぞ。びっくりしてもうね、蜘蛛の子を散らすように逃げてしまいました。デモンさん、あばら骨の3本ちょっとねやられましたですか。やられましたよ。あらあら、ちょっと折れた、はい、折れちゃったみたい。場外乱闘気をつけてください。今度は向こう側に行った、ジャガーが場外のお返しであります。来ますですよ。さあジャガー横田選手、一番リングの上に登場いたしました。さあ怒った、今度はワイルド和樹怒った、椅子を持ってますね。あらちょっと、やめなさいって本当に。いやデビル正美選手の本当でディミアギアラ選手が指を折ったばかりですからね、この件は十分気をつけてもらいたいものであります。もうあのヒデさんなんか立ったままマイクロフォン持ってますけども、分かりますですよね。今やっと試合の方はリング上に戻っております。さあ1回転ヘッドバットが出ました。早くもローリングヘッドバットが出ました。異様な今日は興奮であります。もう一発、さすがの世界チャンピオンもちょっとたまりません。さあどうでしょうか、ホーンの体勢でカウントは1であります。今日はレフリーが阿部志郎であります。さあ今度はジャガー横田がいった、ジャガー横田フライングボディアタック。さあ後ろからコブラツイストの体勢に入っているがダメであります。松本が出てまいりました。とにかくブラック軍団の手下がマスクドユーをはじめといたしまして勢ぞろいであります。まあ、この後今日今一つ助けられるのはですね、デビル正美選手がこの後ねメインイベントで試合があるということで、まだまだあの顔を見せてませんでしょ。まあ家族としてはあれでしょう、はい、やっぱりデビルのために徹底的に横田を痛めようと、ええ、まあ、あのタイトルマッチもありますし ね、 なるほどね、そういう気持ちでも目いっぱい反則するんじゃないですか。今日そうですよね、感じとしてはそういう感じ持ちますね僕はね、はい。さあ今度は足4の字であります。これはあの十分には入っておりません。ポジションはいいんですけどね、ポジションはいいですね。しかしあの足の右足のっかり方がねちょっと外れ気味でありまして十分ではありません。ダメではいいんだけどね、はいはい。さあしかしポジションはいい、非常に苦しそうであります。あ、特にあの右足が効いてるようですね。あっとまた
放送席の前であります。落とされてしまいました。松本が抱っかかえるようにいたしました。相当参ってますですね。相当参ってますね。さあ、カウントが続いていますか。カウントが続いてます。入ったらしいね。盛んにさっき右足をね攻められてましたんでね心配したんですけども、どうやら足入ったようですね。はい。入れば大体サッと試合ができるもんなんですかね。この子は右の膝をよく痛めるんですよね。もうずっとサポーターをはめたまんまね最近は試合をやってますけども、さあジャガー横田もそのウィークポイントを徹底して攻めるようであります。もう今日はね世界チャンピオン手段を選びません。相手のウィークポイントを徹底して攻めております。だからさっきの4の字固めでやられたんですね。ですから何か外れたような感じでしたけども、右を集中的に攻めようという4の字固めだったんですね。なるほど、納得いたしました。さあこの試合は30分一本勝負であります。世界チャンピオンのジャガー横田に対しましてブラック軍団ナンバー2ワイルドカズキ選手、またロープを使っての反則攻撃であります。さあ両軍の選手が入り乱れました。これは完全にもうねロープを使って挟まっております。マスクドユーも言っております。しかもマスクドユーのですねポケットには何かジュースの圧巻がね、入ってましたね。使おうというつもりでね、ちょっと異様ですね。あっと大森ゆかりも出ております。長与千草も出ております。一方ブラック軍団の若手も勢揃いであります。さあネックブリーカードロップに行きましたワイルドカズキ選手。いや場外戦はあるしリングの上でももうストレスなし試合が展開されておりまして、一瞬といえども目を離すことができません。いやそれにしても大丈夫ですか伊勢さん、何かもうマイクから遠ざかってますですね。もうね、はい、ジャガー横田さん、はいはい、彼女の肩がね僕のねこのボディに当たったんですよ。だから彼女の方がちょっと心配してる方だと見方をやっちゃうしね、もうすごいですね、これは、はい、今度はね圧巻を出しましてね盛んに強気攻撃であります。嫌だというユミコちゃんなんですけどもね、いやユミコちゃんの声もこれ届きませんですよ。あっとまた顔面攻撃、髪の毛をねシューズで押さえつけたまま顔面攻撃またやった、やりたい放題という感じであります。ワイルドカズキ選手、さあ抱え上げました。ボディースラムからいった、しかしこれは無理。さあジャガー横田選手なんとか吸い抜けました。しかしロープの反動をリョーッと攻撃、これは完全にカウンター決まりました。さあジャガー横田選手のヒップ攻撃またいった、綺麗に決まってます。胸のあたりですね、まともに入っております。さあそして人間風車行きました。このままどうか、ちょっと無理ですねあれは。まあしかしね相手が何と言ってもワイルドカズキですからね、簡単には決まりません。さあ、あっと動きの速い両選手、虚実実の駆け引きであります。今度はワイルドカズキ選手の構成であります。あっとすり抜けてますね、これはちょっとさすがのワイルドカズキ選手もたまりません。あっと、今ね膝が悪いですからね、万事の体勢はダメでした。さあ今度は買い上げたらどうでしょうか。あっとこのまま落とすか、パイロドライバー、いやこれは決まるか、決まった、一瞬でやります。タイミングは良かった、さすがに世界チャンピオンジャガー横田、一瞬のタイミングは鮮やかなパイルドライバーですね。今のは分かったですね、かけ方も、はい、何かタイミングとしてはあれしかないというようなところでね、殿下のコートパイルドライバーであります。さすがに世界チャンピオンですね、負け違いですね、はいはい。ジャンボ堀選手であります。ミミ萩原選手の左手をご覧ください。デビル・マサミ選手の木刀でやられまして骨折して、まだ完全に骨がついていない状態なんですね。
今日は苦しい試合になりそうであります。そして耳萩原選手を骨折させました。木刀を中田こと挙げましたデビル正美選手であります。ような声を上げております。120キロというモンスターリッパーが登場いたしまして、場内がまた何かどよめいた感じであります。60分3本勝負です。いやー、しかしこれも荒木さん、由美子ちゃん大変ですよ。もう彼女はね、何かもうマイクから相当離れてますね。もうね、緊張しちゃって、ね、大丈夫大丈夫大丈夫、特にあの、いや大丈夫大丈夫なんかヒデさん言ってますけど、ヒデさんの逃げ足の速いことはまた大変ですからね。これしかし、だんだんヤバくなりました、ね。はい、気をつけてください。あっと、もう試合が始まったか。あ、今ゴングがありました。60分3本勝負始まりました。あーっといった、いや逆の逆でやります、逆の逆をつきました。早くも場外戦だ、早くも場外戦だ。さあ逃げてください。耳大丈夫か。いきなり場外乱闘、放送席吸収という試合の始まりであります。試合開始当初から荒れに荒れております。場外戦、そして反則に次ぐ反則であります。さあ耳がいった、うんと、これはどうか。相手が大きすぎる、相手が大きすぎます。とにかく相手が大きすぎてね、どうしようもありません。あっと、どうなんだ。おっと、これはうまい。とにかく離れた、ああいった空中殺法じゃなきゃ通用しませんもんね。それ単発しか出てきないですよね。はいはい、続けてっていうのは無理でしょうね。あーっと、抱え上げられてしまいました。どうしようもないですね。敗北に止まったセミという感じでありまして、耳萩原どうしようもありません。見てくださいね。いやー、そしてバックブリーカー、いった、子供扱いね。さあヘッドバットいってます。2発であります。腰のあたりを奪いました。そしてキック。ヒデさん、この人がですね、まあ、あのカナダから来たんですけどもね、何度も日本に来て、もう 3AA の、 あの世界チャンピオンも、ジャッキー佐藤の中から何回か取った経験があるんですけども、120キロあるんですよ。120キロ、すごい迫力ですね、はい。ただ耳が片手でやってんでしょ。もうどうしようもない、ね。大丈夫なんですか、上田さん、骨折してんですって。はい、受け身が取りにくいんですよね。え、受け身が取りにくい。受け身が取れないんですね。腕を使えませんからね。どうしようもないんですよね。さあ、軽々と担ぎ上げた。トミが行った。右の逆襲。回転決めがために行きました。さあ、また場外に今デビルが逃れたのか、そろそろ、あるいは逃げたのか、この結果は分かりません。場内は総立ち、場内総立ち、当然としております。加藤市民総合体育館、二手に分かれた場外乱闘、二手に分かれました。いやー、耳が来た、耳が、あっと、危ない、こっちは危ない。いやー、ちゃんと普通にやってもね、今日の耳萩原選手と、それからジャンボ堀選手はね、一方の耳萩原選手が手の骨折ということもありましてね、そんなに大したことはないっていうふうに思われるんですけども、こういう時にも徹底的に反則攻撃であります。そして場外戦であります。さあ今度は、あっと、捕まえた。さあジャンボ堀が捕まえた、うまい、振り子投げですね、うまいですね、振り子投げ。そして今度はどうでしょう、また後ろに落としました。そしてさあ、ミニ萩原選手がロープに上がっている。さあどうか、落ちた、ミニドロップであります。さあ、ミニ萩原選手の攻撃、あっと、今度は反撃、今度は反撃。
今ムミは完全に標的にされてますね。そうなんですね。そりゃそうでしょうね。標的にするには絶好ですよね。そうですね、今日のムミだからね。はい、人気もあるし、一方ね、左手は全く使えないし、うん、ブラック軍団にとりましてはね、絶好の標的でありますが、さあミミ片手で持ち上げてどうか、バックドラップ。しかしこれミミスペシャルなんですが、ちょっと難しいですね。両手使えないませんね。さあこのまま落とすか、パイルドライバーに行った。なんとかパイルドライバーに行きました。さあカウントが入った。ここではうまかった、ミミのパイルドライバー、奇跡的に成功であります。これはうまかった、パイルドライバー一瞬。いやよく決まったもんですね。入ったんだ。いやちょっとね、これ痛めたんじゃないですか。どうなんでしょうか。やや油断してたということもあったかもわかりませんですね。軽く見てたんですね。はい、だからあそこでああいう技を使うと思わなかったんですね。相手は軽くということでね、うん、どうも舐めていたような感じがあります。パイルドライバー一瞬にして決まりました。さあこれから2本目が始まります。よもやと思われましたパイルドライバーでね、まずデビルマサミが1本を取られるとは、これは予想外の展開であります。予想外の展開というより本当にちょっと油断じゃないですか。ああそうですか、油断だったんでしょうね。だから特にダメージ受けたんですよね。こうなるとしかし2本目以降がもっともっと怖くなりますね。もうやりくつで来るでしょうね。今度は決して手をもうね抜かないでしょうし、それから油断もしないでしょう。さあデビルマサミ、しかしまだちょっと朦朧としてますね。残ってますでしょ、朦朧としてますね、はい、意識朦朧です、ね、今しかしねデビルマサミ選手を逃してしまいました。そしてモンスターリッパーの登場であります。さあ今度はモンスターリッパーも全身を真っ赤にいたしまして怒り狂っている感じであります。さあモンスターリッパーいった。こうなりますとミミ萩原選手ちょっと苦しいですね。1本を取ったとはいえ、ここでジャンボ堀が出てまいりました。まあモンスターリッパーは当然パイルドライバーでまだ後遺症があります、うん、デビルマサシ選手をかばうでしょうが、一方ジャンボもですね、手を怪我しているミミアギョラ選手をかばわなくちゃいけない。そうですね、はい、目まぐるしくタッチであります。選手が入れ替わっております。あっとミミがいった、場外へ落とした。この辺はミミ冷静な試合運びであります。今日はハンデがあるだけに何かよく動きを見てますね。場外乱闘になりました。いやー荒木さん、もう立ったままという感じであります。向こう側で場外乱闘が行われております。デビルマサミ選手が今ミミ萩原選手を椅子攻撃、まともに行きました椅子攻撃。そしてこちら側にはモンスターのパワーがやってまいりました。いやー場外二手に分かれております。あっとっとっと、向こう側ではまだミミ萩原選手、デビルマサミ選手に捕まっている。こちら側では方向的な前でコードを巻いちゃダメよ。さあ危ない。さあ場外で今放送席がやられております間にどうですか。あっとデビルが完全にミミを捕まえている。これはミミ危ない。さああっとお返しを置く、バックブリーカーからホーンの体勢、カウント3、簡単にお返し、簡単に決められてしまいました。いやもうなんだかね放送どころではありません。放送席が吸収されております。これで1対1のタイスコアになりました。場内は何かもうシーンと静まり返ってしまいました。まあやりたい放題ですね。やりたい放題ですね。すごいですね。何かもう感情がものにぶつかり合ってるような感じですね。直接的なあれはないのね。はいはい、ご覧ください超満員の今日は会場でありますけども、もう本当にあっけに取られた感じであります。60分3本勝負、今日のメインイベントが行われております赤穂市民総合体育館であります。さあこれから3本目ラストコール、セカンドアウトのゴングが鳴りました。さあし
かし一本をねちょっと相手の油断もあってパイルドライバーで取ったミミ、そしてジャンボなんですけども、何か2本目の決まり方見てますと、これどうですかね、場外で相当痛めつけられましたねミミはね、はいはい、だからそのまま持って上げられて、でこちらの側ではもうモンスターがジャンボホリをやっつけてますから、ね、助けに入る間もタッチするのもないですよね。はい、うまい作戦は作戦ですよ ね、 ですよね。さあ目まぐるしい試合展開になりそうな3本目であります。ヒデさん、はい、それにしてもミミ萩原選手というのは、可愛いね、おとなしそうな顔をしてますけども、相当にやはり気力というんでしょうか、根性の強さというのはありそうでしょう。ありますね、僕は ね彼女は歌い手の時代から知ってましたんでね、はいはい、で非常に今リングで見ると小さく見えるでしょ、はい、さっきあったんですけどね、はい、すごく体大きくなってね、たくましくなったの、筋肉がつきましたでしょ。そうそうそう、ね、でやっぱりこうやって見てるとね、こうなんつうんですかね、歌い手やっててね、昔ねよくやってます ね感心しますよ、はい、荒木さんだって昔は歌をね歌ってましたでしょ。でも私はプロレスはできません。とてもできませんでした。冗談でね、車の中で言ってたのね、はい、プロレスやったらなんて ね、はい、もう冗談にも言わない方がいいですよ、ね、何か今日は放送席に座っているだけでもね、全身の筋肉がね硬くなっちゃって肩が凝っちゃったという、だけどね、荒木由美子さんであります。凝りそうです ね、はい、また来たいですよね。そうです、ぜひ一つね、いやね、なんとなくおっかなびっくり見てるんですけどもね、しかしプロレスっていうのは一度見ますとね、リングサイドで見ますとやみつきになりますですよね、とにかくやっぱりね、はい、大きいですからね、はいはいはい、とにかく迫力ありますよね、みんな ね、まあしかし格闘技というのはどの試合を見てもすごいんですけども、特に女子といいますと、これだけ自分たち の感情をものに相手にぶつけて戦えるっていうのはある意味じゃスカッとするでしょうね、上田さん。まあ女の子の場合はね、やっぱ感情に走りますからね、はい、冷静さがないのは事実ですよね。本当ですね、特に今日なんか異常な興奮であります、だから何が原因でこんなに感情を高めらせたのかわからないんですよ、こちらでね。いつもこんなですかとさっきヒデさんが言ってましたけども、いつもねこれだけの場外乱闘はありません。今日は確かに異様ではあります。60分3本勝負、1本1本から決勝の3本目に入っております。やはり依然としてミミ萩原選手が強敵です。左手を骨折しておりまして、ほとんど使えませんが、回転エビ固め、ミミの18番が出ましたが、やはり左手を抑えられませんからね、これは無理な話であります。さあ今度は行った、とまた行った、よくやります、よくやります、すごく高めに行ってますけども、やはり左手が離れております。しかし根性のあるミミ、次々に技を出しております。さあここでモンスターリッパーの登場だ、モンスターに捕まった、そしてジャンボホリであります。そういえばジャンボとそれからミミがアメリカに行ってね、何かカリフォルニアドールスという映画がありましたでしょ、そうです、ね、6月に日本に公開ですってね、はい、刑事コロンボのピーター・ホークと一緒に共演したそうで、大変なアメリカでは人気だったそうじゃないですか、はい、であの映画はほとんどミミがプロレスの技を教えてきたんですよね。あ、そうなんですか、はい、6月公開ということでね、ぜひ一つ皆様ご覧いただきたいと思います。だから見てもらえば、はい、ミミの得意技が全部出てきますよ。あ、そうですか。外人が使うんですけどね。特にアメリカの監督さんがですね、日本のレスラーの動きの速さにびっくりしたという話が伝わってきてますけどもね。芸術品だってきましたね。あ、そうですか。さてジャンプホリ、最近は体重がずっと落ちました。80キロを割るような相当の減量に成功しておりまして、動きが軽やかになってまいりました、ジャンボコリであります。さあデビル雅美選手を捕まえました、コーナーに持ってまいりました。ミミとコンビネーション攻撃、どういった技を見せますか。まずトップロープからマットにたきつけております。そしてどうするか、今度は鼻から後頭部、思い切ってたきつけました、ジャンボコリであります。もう一発いくでしょうか、また行きました、完全に受け身が取れません。ここでミミに渡しました。さあミミどう料理いたしますか。チャンスですけどねミミは。さあチャンスですね。今ちょっと左の腕をやはり使っちゃいましたですね。相手にかわされて仕方なく左の手を使いました。ミミ萩原選手、何者腕が痺れるような感じになるんではないでしょうか。モンスターリッパーに捕まって高々と担ぎ上げられました。さあもう一回担ぎ上げました。いやーこれはどうでしょうか。なかなか今アイコンビネーションがね今あったんですけども、いいタイミングだったんですけどね、さあ2人攻撃いった、しか
ますね。逆にモンスターにやられました。恐るべしモンスター。さあ二人が捕まえられてしまいました。もう一人で十分か。あーっと今度はお返しであります。さあモンスター今度は返されました。そしてミミとジャンプの二人がかりのブレンマスター、どうでしょうか。ミミが上からいって、あーっとまた木刀を出した。また木刀が出ました。いけませんですね。あの木刀はなんとかコミッショナー取り上げてもらいたいですね。はい、もうあれでね、ミミアギラ選手は左の指を骨折してるんですから、もう出してもらいたくないもんであります。あっと一方こちら側放送席にはモンスターがやってまいりました。ミミもどうやら捕まっている。場外乱闘になりました。どうしようもないですね。大丈夫でしょうか。どうなっているか。あっとミミが落とされた。いやお客様逃げ惑ってますね。これはどうしようもありません。マイクもありません。さあどうなったか。あーコミッショナーが止めに行った。さあコミッショナーが今木刀を取っております。さあそこへモンスターがやってまいりました。上田さん怒ってますね。上田さんが怒ってですね、今の木刀を取り上げてくれました。場外乱闘二手に分かれてやっております。場外乱闘二手に分かれました。もうカウントが続いている。カウントが危ない。あーゴングが鳴った。どうやらゴングが鳴りました。カウントアウト。両者場外カウントアウト。ご覧のように誰もリング内にはおりませんでした。いやー放送席の後ろではジャンボ堀徹底的にやられている。荒木さんが逃げまとってますけどね。ありません。しかし上田さん、結局これはあの両者場外カウンターアウトでいいんですか。カウンターですね。ミミは大丈夫でしょうかね。ご覧ください。ミミも場外乱闘でもう長々と伸びて、ミミが失神さんですね。失神さんですね。何かあの後ろからやってますけども、ね、担い入れられてるんですね。いやジミー加山選手が出まして失神したミミにね担を入れてますけども、どうしたか。あーっとまた木刀攻撃。今あの取り上げてもらったんですけどもね、また持っていかれましたですね。ご覧のように全選手今リング上入り乱れました。いやー満員の赤穂市民総合体育館、お客様総立ちですね。もうこれは収集がつかなくなりました。また上田コミッショナーが言ってますけども、どうしようもないですね。それじゃあのこの辺から赤穂市民総合体育館からお別れすることにしましょう。いや本当に一平さんありがとうございます。イヤホンはなくなっちゃったし、イヤホンはなしで毎回とにかくね鈴木博道がね、とにかく行ってもらって、はい、行ってこられたのが分かりましたよ。まああのこれにこれ以上に一つ、はい、また北京に行かれてください。燃えろナンシー、歌にレスリングに大ハッスル、ナンシー久美の新曲ファイナルシングルマッチ30分後一本勝負を行います。アガコーナーレッドフェニックスオブスリーダビューで世界タイムチャンピオン140パンドナンシー久美。新曲も好評で最近は一段と美しさたくましさを増してまいりました。ナンシー久美おしゃれっぽい雰囲気で登場いたしました。マミ熊野であります。さあレフリーがラッキー井村です。30分一本勝負をお楽しみください。いろんな意味で佐藤さん、この試合は面白いんですけどもね。はい、とラッキー井村が、あ、早くもナンシーと何かね対決してますけども、最近はこのナンシーとラッキー井村どうも一悶着二悶着ありますね。
そうですね、はい、やはりどういうんですか、ラッキーミラーのレフェリングにね、あね、ちょっと構成に欠くところがあるんですね。あ、そうですか、はい、マイクを持って今抗議。おとなしいナンシー、珍しいですね、すごく追ってますね、はい、ボディチェックやったんですがね、熊野のボディチェックをですね、井村がしなかったんですね。あ、そうですか、熊野が、あっと今度は熊野が降りてまいりました。いや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 、まだ試合が始まってないんですけども、場外乱闘になりました。マイクのコードで首を締め付けてますからね、これは大変であります。コードを首に巻いたら本当にもう狂気になります。騒然としております場内。いや今日は大変であります。しかも岩手県営体育館、超満員であります。あまりこういったところは待ちに待った東北のお客様ね、見せたくないんですけども、場内本当に騒然としてまいりました。いつもラッキー村が登場いたしますとこれであります。本来は試合をですね、はい、公正にねレフリングしなくちゃいけないんですけども、何かおかしくなりますね。非常に感情的なレフリングが最近は目立っております。目立ってますね、しかもナンシー組と感情的に対立しているようなところがあります。これはよくありません。今ナンシーが入ってまいりました。試合の方はもう始まってるんですね、ゴングがですね、はい、あれ本当にいつの間にか鳴らされたんですね。そうですね、しかし何かすっきりと今一ついたしません。さあこれからは一つ両選手試合の方に集中してもらいたいものであります。早くも攻勢に出ました、マミ熊野であります。あれはね、かかとでね、背中をこう押してるんですね。あ、そうですか、はい、振り回してますね。今日はしかしマミ熊野選手、髪をちょっと短くしてますか。ちょっと短いですね、いつもと雰囲気が違いますね、かなり動きやすいって言うんですか。あ、そうですよね、はい、今ロープを利用して、これなんかもちょっと問題ありますね、もうこれはもう反則ですね、しかしラッキー村はあまり注意いたしません。見てないようであります。なんか全然しませんね。そうですね、ナンシーの悲鳴が大きく上がっております。岩手県営体育館、あ、今度は顔面を焚きつけております。レフリーがラッキー村であります。どうも最初からナンシー組と感情的に対立しておりまして、果たしてどうなりますか。ナンシーにとっては今日は嫌なレフリーであります。髪の毛を握られております。髪の毛を掴まれておりまして、苦しそうと足を持った。ナンシーの反撃どうでしょうか。しかし一瞬であります。懸命のボディースターズでありますが、一瞬ナンシーの肩がついたら早くもカウントを入れております。ああ、また行った。あ、厳しいですね、厳しいですね、何かナンシーにとって厳しいねレフリングのようであります。あーっと、また入った。どうなんですか、ナンシーもボディスターズをかけてるんですけども、あまり効いてないですか。押されてますね。押されてますか、今デビル・マサミも出てまいりました。いや、これ大変ですね。なんか全然見てないでしょ。はい、デビル・マサミの反則攻撃でありまして、リングの下から今ナンシーを攻めておりましたが、全くラッキー村見ておりません。今度は鉄柱攻撃であります。どうしようもありません。カウントが続いております。相当カウントも早いようであります。ご覧ください、ナンシーちょっと苦しい試合になりました。あー、またちょっとラッキー村に文句をつけておりますナンシー組であります。ナンシー組、マミ熊野、30分一本勝負をご覧いただいております。ナンシーにとってはですね、はい、今度8月29日ですか、はい、3AA のタッグの防衛戦がありますよね。そうですね、はい、今度来るのはメキシコのですね、宇宙仮面とどうも言うんでしょうか、ラス・ギャラクティカスと言いましてね、はい、要するに宇宙戦艦ですか、ギャラクティカというところを持った選手らしいですけどね、ちょっとどういう風な選手なのか来日してみないとわからないんですが、そうですか、ちょっと強敵ですね、はい、最近はもう世界各国からですね、はい、続々と日本のリングにですね、本当に強敵が、次々に来るわけなんですけども、まあ新人あり、それからベテランあり、来てみないとですね、相手の力がわからないだけに、ナンシー組たちも大変ですよね。そうですね、またデビル・マサミが上がってまいりました。2人攻撃であります。2人攻撃、ナンシーもう本当に参った。これは大変であります。まずラッキー村レフリーがですね、どうもナンシーにいい感じを持っておりません。その上マミ・クマノにとりましてはもう絶好の味方であります。そうですね、
デビル正美ですか、はい、これが今日は試合はやっておりませんが試合をやってると同じような呼吸で、リング上を守ってますんでね。そうですね、大変です。あのなぜかあのタグマッチみたいな感じですね。はい、もうタグマッチと言ってもいいんじゃないでしょうかね、はい。さて8月29日のあの話の途中だったんですけども、はい、もう一人新人選手というんでしょうか、まあ、あの日本には初めて来る、はい、横田リミの相手をする選手がいますよね。ダイアン・ホフマンといいますかね、はい、元ローラーボールの選手だったんですよね。それで、2年間ほど、活躍してプロレス入りした選手ですけども、ね、はい、この選手もあの実力のほどは十分分かりませんね。分かってないわけですね、とにかく8月29日の電源コロシアムはもう 3AA のシングル、それからタッグですか、はい、あとハワイアンパシフィックチャンピオンもありますよね。はい、あります、はい、ミミがあのタイトル取ってから初防衛戦になるんですね。初防衛戦ですね、はい。まあ、予定では一応レイラニ対選手、はい、日本でもおなじみの選手なんですけどもね。あ、そうですか、あのミミにとってはもう本当に苦しい相手だと思いますね。さらに呼び物といたしましてね、はい、今日はあのデビル正美選手がしばしば姿を見せておりますけども、はい、このデビル正美選手が異種格闘技というんでしょうか、はい、ボクシングの選手と試合をやるんですって、はい、あのアメリカの黒人選手なんですけども、はい、あの女性ボクシングの世界ライト級チャンピオン、はい、レディータイガーっていう選手なんですよね。165センチ60キロって言いますからね、ちょうど大きさデビルと同じぐらいの選手ですね。あ、で、まあ、あの初の格闘技、異種格闘技戦ということでね、はい、デビルも非常にこうやる気満々らしいですね。そうですか、いや楽しみですね。楽しみですね、はい。さてリング上、今日はナンシー久美がマミ熊野選手と1対1 30分一本勝負であります。まあ、1対1というのはあくまでも建前でありましてね、どうも実際はナンシー久美大変であります。まずレフリーをどうやら敵に回したようであります。しかもナンシーの後ろには常にデビル正美選手の目が光っております。もうまさにリングの内外に敵がいるって感じですね。四面楚歌ですよね、はい。マミ熊野選手は一方非常に今日は楽なんじゃないでしょうか。そうですね、まあ、あのブラックのドンとしてね、あの池下の後釜にこれになりましたからね、是が非でも ここでナンシーをちょっとあの勝ち星上げたいところですね。そうでしょうね、はい。さあロープに振りました、どういたしますか。あっとクロスショップに行きました、強烈なクロスショップを跳ね返してコラツイストであります。さあこうなるとどうか、デビルが出てくるか、とっとっと、やはり出てまいりました、デビル正美選手が出てまいりました。ですから入った技ではとてもあの決まりませんね。ちょっと難しいですね、豪快にしかし投げておりますナンシー久美、力では定評があります。全日本女子プロレス一番の力持ちでありますナンシー久美、ようやくエンジンがかかってまいりました。さあまた抱え上げました、どうしますか、前に落としました。あ、強烈ですからね、あの、さあもう一回ロープに振ります、ロープに振って今度はどうか、これまた抱え上げました、今度は後ろに落としております。ナンシーの怪力攻撃がようやく出てまいりました。さあどうでしょうか、カウントを要請してますけど遅いんですよね。今のなんかでもね、あのもう抑えてからですね3秒ぐらい経って初めてカウントを打ったっていう感じですね、はい、しかもですねセコンドに対してね、丸出しのレフリーであります。どちらかというと性格的に温厚なおとなしい選手でありますナンシー久美、しかしラッキー村がレフリングをいたしますとナンシーもついつい感情的になってしまいます。あ、これは効くんですね。あ、そうですね、あの手骨折りっていうんですかね、はいはい、あのちょうど羽をもぎられた、なるほどね、はい、苦しいですね。しかしすぐにマミ熊野選手反撃に移っております。今日はマミとってもおしゃれっぽい雰囲気ですね。さあしかし試合ぶりはいつもと全く変わりません、いやいつも以上であります。場外に持ってまーっとデビルが待ち構えておりました。完全にもうあのマミ熊野選手の方はタッグマッチですよね。そうですね、2人がむしろタッグマッチというよりもですね軍団全員を使ってる感じもするんですよね。一方ナンシーの方は若い選手がセコンドについておりますけども、まあこれじゃあほとんど助けになりません。まあ、堀が今あの抗議してますけどね。あ、そうですか、あの堀の怒るの本当無理ないですね、はい、あ、堀歩美選手がそういえば出てきましたね、あ、これは当然でしょう、 3AA のタッグチャンピオンチームであります。堀歩美選手が今心配そうに出てまいりました。ここ一番という時はあるいは堀歩美選手が出てくるかも分かりません、まあ、そういう意味ではパートナーですからね、
そりゃそうじゃなきゃもう何シーンがたまりませんもんね。そうですね、まあ、日頃からそれほどの、コンビネーションを見せないとですね、はい、やはりタッグチャンピオンとしてはダメですね。あ、見せておかないとね、はい。あっとご覧ください、ロープに手を伸ばしました。その上に無情にもシューズが飛んでおります。これなんかも完全に反則攻撃であります。マミ熊野選手、貫禄の戦いぶりであります。サイドヘッドロックからは顔面攻撃であります。早いですね。さあ何か凶器を持っているというのは声がありましたけども、まだ凶器は使ってないんでしょ。どうもね、なんかおかしな騒ぎがしてるんですよね。そうですか、今なんかやられたかもわかりませんね。はい、目にも止まらぬ早技という言葉がありますけども、あるいは凶器を使っておりますか。まあ、サイドヘッドロックからさっとレフリーの隙をついて今顔面に攻撃を仕掛けましたよ ね, ね、あるいは凶器を持っていたかもわかりません、顔面と喉元ですね。喉元ですかね、さあどうでしょうか。この試合は30分一本勝負であります。中盤の一番苦しいところであります。さあ今度はキックに行きました、足を出します。そして、今もまた顔面から喉、何か手に握っているんでしょうか。どうも持ってますね、どうも持ってる感じですね、はい、狂攻撃ですね、はい、狂気を持っている感じのマミ熊野選手であります。堂々1対1で戦ったって、ナンシーと互角に勝負できる力を持っておりますマミ熊野でありますが、狂気を使い、あるいは自分の手下の軍勢を使いという、まあ、この辺がいかにもブラック軍団の大将格マミ熊野らしい試合ぶりであります。今度は噛みつきました。ご覧ください、堀歩美選手が心配そうに見ております。さあナンシーに声をかけました。見つけましたね、堀がね。そうですね、はい、やはり堀が盛んにラッキー村に抗議してるんですけども、今日のラッキー村果たして聞く耳を持っていますかどうかね。やりたい放題というマミ熊野であります。とうとう堀歩美選手が出てまいりました。相当に狂気攻撃を浴びているようであります。はカウントがついています。カウントもちょっと早いし、こういった時にですね、なんか自分は狂気を持っていないというようなジェスチャーで ね、ラッキー村にこびてますけども、この辺はもちろん信用なりません。さあようやく上がりました。カウントの取り方もいかにも感情的であります。せっかくの好カードなんですがね。そうですね、本当にストロングスタイルで戦ってほしいと思うんですけどね、はい。今日は盛岡市の岩手県営体育館からお送りしております全日本女子プロレス超満員であります。1階席の後ろ、あるいは2階席の後ろ、立ち見のお客さんまで出ております。超満員の岩手県営体育館、好試合を期待したいもんであります。また狂気に対する今セコンドからのね、ナンシーもですね、凶器持ってるからね、はい、もっと調べてくれと、そうなんですね、だから一番最初のね、やはりボディチェックをしなかったということがね、はいはい、ここに来てですね、非常に大きいわけですよね。そうですね、それにこだわっていたナンシーですが、こうして見てきますと当然ですよね、その懸念がありましたからね、はい。しかし、大して真剣に調べようという感じはありません。ラッキー村、あっとまた胸元に手をやりまして、今凶器を右手に持っているようであります。右の手のひらに持ってますか、ちょっと分かりませんね、分かりませんね。さあ、あっとこれが効くんですね。あっとカウント早い、カウント早い、3つ目はしかし入りませんでした。ロープですね、今度はマミ熊野が懸命に抗議しておりますが、足がロープにかかっております。これはもうどうしようもありません。しかし今足がロープにかかってなきゃあっという間のコール勝ちですもんね。そうですね、リングしようなら本当にスリカウント、危なかった、危なかったナンシーであります。一瞬の油断もですね、命取りにつながりますね。これはナンシー大変だ。今場外に逃れましたナンシー組であります、駆け寄る堀歩美選手であります。マミ熊野選手今下ろされましたね。さあナンシーが怒りの場外乱闘になった。一石に叩きつけられましたマミ熊野であります。ナンシーとうとう怒りました。この辺で反撃のチャンス掴んでいいですからね、はい、スロースターターと言われておりますナンシーでありますが、度重なる反則攻撃にようやく怒ったようであります。一足早く今リングに上がっているナンシー組であります。さあ呼吸を唱えて
リングの周りを回っておりますのはマミ熊野であります。ラッキー村とナンシーがまたやり合っております。この2人はどうも最近感情的に対立しております。やはり狂気を持っているということなんでしょうね。それでね、上がろうとするんですけどもね、はい、それを上がらせないんだというふうにこう、しかもカウントはどうなってるんですかね。カウントは要するにもうそれに関わってですね、カウント数えてないんですよね。数えてませんね。これでもう十分に熊野回復できるんですね。そうですよね。場外乱闘でね、痛めつけた、これじゃあの甲斐がありませんもんね。さあエプロンに上がってまいりましたマミ熊野であります。今日はラッキー村を味方に引き入れておりまして、有利な試合展開となっております。逆にナンシーにカウント取ってますね。要するにね、抗議してですね、はい、レフェリーに来るなみたいな言い方してますね。あは、さあチャンスと見て今マミクマノがゆっくりとリング内に登場してまいりました。もうお客様は当然ね、ナンシー側を声援しております。満員のお客様、当然ナンシー側を声援しております。これは当然であります。ナンシーが訴えています。しかしお客様に訴えてもどうしようもありませんから、こうなったらですね、力で一つマミクマの選手をねじ伏せるしかありません。これはお門違いなんですね、本当はね。ちょっとね、気持ちは分かりますけども、もし佐藤さんね、反則を取られたら一発ですからね、はい、そうなんです、大事にしないといけませんね、はい。どうもラッキー村が出てまいりますと、こういった試合が最近多くなってまいります。ナンシーもちょっとこだわりすぎている感じもあります。さあこうなったらもう相手はマミクマの一人。そうですね、そう思ってやった方がいいですね。ナンシーに頑張ってもらいたいですね。3WA のタッグチャンピオンチームの、今リーダー格でありますナンシー組、力量は十分であります。どうもしかしナンシーの目はラッキー村に向いてましてね、気持ちが許さないんでしょう。ここをナンシー疲れました。マミクマノが出てまいりました。またどうやら強攻撃のようであります。サイドヘッドロックからさーっと喉元を攻撃しております。今度はキック。だからね、ああいう風にね、こう聞い取られてる間にこう攻めで、そうなんですよね、踏まれるんですね。はい、狂気を今胸元にしまってしまいました。ナンシーもう相手はマミクマの一人、目標を絞った方が良さそうであります。さあカウントが入ります。危ないですよ。カウント2まで入ってますからね。カウント2今入ってますからね。あれでしかもマミクマのは3つ入れろと、これは贅沢な要求であります。さあまた狂気を出した。顔面から喉元、マミの恐怖攻撃が続いております。堀歩美選手が懸命に下からレフリーにアピールしておりますが、ダメ。今日はラッキー井村であります。ロープで今度はね、中継ですね、首吊りですね。せっこんでいる。苦しいですね。なんとか早くほどかないと大変であります。スタミナを消耗してしまいます。今ようやくほどけました。さあマミが行きました。ナンシーちょっとピンチですね。これは危ない。椅子が入った。ガーッと、すごいな、大きな音でしたね。まともにまた入りました。最近のこの椅子攻撃は本当にエスカレートしております。危ないですね。危ないですね。今度はナンシーが椅子を持った。お返しか行った。頭に強烈に一発。ラッキーブラが今椅子を取り上げました。さあナンシー怒りの攻撃であります。また場外に落とすか。場外に持ってまいりました。ナンシーが行った。また椅子を取った。椅子を持って、今度は椅子じゃありませんね。靴ですか。あれ靴ですね。靴でかかとの部分が残ってますか。なるほどね。どうやらお客さんの靴かなんかをですね、借りたようですね。ナンシーが、珍しいですね。かなりエキサイトしてますね。これだけでエキサイトしたナンシーは久しぶりであります。完全に勝っております。さあこれがいい方に行くといいんですけども。さあリング内に上がった。ブレンバスターの体勢に入る。ブレンバスター、怒りのブレンバスターであります。これは決まりました。ナンシーの大技炸裂であります。さあ堀歩美選手が入ってまいりました。2人攻撃になるか。うまい。お腹にきれいに決まって、さあホールの体勢だ。レフリーはどこへ行ったか。やっとカウント2、そして3つ入りました。しかし相当遅かったですよ。遅かったですね。はい、
目には目、歯には歯でありまして、最後はですね、3AA のタッグチャンピオンチーム、見事なコンビネーションプレーであります。ああ、怒りました。怒りました。ラッキー村も徹底的に今やられております。堀歩美選手が入っております。ナンシーも怒っている。ナンシーも怒っております。むしろ堀の方が怒ってますね。はいはい、堀歩美選手がこれだけ怒るというのもね、珍しいですね。まあ、しかしいいことじゃないですか。はい、はい、今日は最後まで騒然としております。岩手県営体育館、この辺でお別れいたします。佐藤さん、ありがとうございました。失礼します。ご機嫌いかがでございましょうか。今日は静岡県の清水市にございます鈴代記念体育館からお送りすることにいたしましょう。何と申しましても、まずファンの皆さんにご報告しなくてはいけないことがあります。と申しますのは、ジャッキー佐藤がいよいよ引退ということになりました。今日この清水をの舞台を最後にいたしまして、ちょっと私は信じられないんですけども、いよいよ引退、永遠にリングからお別れと、こういうことになりました。その引退式の模様はまた後ほど詳しくご紹介することにいたしましょう。まず放送席、お客様をご紹介してまいりましょう。デイリースポーツ運動部、この番組の解説者でございます佐藤翔一さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ねえ佐藤さん、ちょっとジャッキーの引退っていうのは信じられませんね。信じられなかったですね。まだまだやれると思ってましたからね、なんとなく寂しい気持ちがいたしますがね、はい、さて、なお寂しいという女子プロレスの応援団長、後援会長でございます、宮尾進さんでございます。そうですね、ジャッキーが7年間ですね、はい、頑張ってきましたけども、今日は清水の舞台と言いますけど、本当になんか、清水の舞台から飛び降りる気持ちじゃないかなという気もいたしますけどね。本当ですね、寂しいような気持ちが本当になんかしますね、はい、ということで、なんとなく今日は今一つ元気があります。それから、全日本女子プロレスの大変なファンでいらっしゃる、今日はジャッキー引退ということを聞いてですね、忙しいスケジュールの中駆けつけてくださいました、西川紀夫さん、上方義雄さん、どうぞ、はい、義雄のご両人でございますね。はい、本番劇場の仕事があったんですけど、ね、そうです、先輩、このジャッキーさんがね、もう引退するなら何よりもそうやってる場合じゃないから、ね、姿を見に行かないから、ね、でも清水でこの今日記念すべきね、はい、リンクでね、清水の次郎長のようなね、はい、最後語っていただいたんです。本番今までのね、俺の意味で一言言いたいと思います。はい、ありがとうございます。ワンパターンでした、どうもすいません。しかし本当に嬉しいことですよね。ということで、放送席、今日は多彩なお客様をお迎えしております。これからまず、アマゾネスの女王ですか、ナンシー久美がね、歌を吹き込んでました。これは大変、またジャッキーの引退とは別に明るい話題でね、お客様から好評なんですよ。大変見て楽しい歌ですね。そうですよね、はい、張り切ってますんで、振りなんかが良さあるわけですね。そうなんですね。ぜひお聞きください。はい、第3試合シングルマッチ20分一本勝負を行います。赤コーナー、レッドフェニックス所属、CWA 世界タイグチャンピオン150パンド堀歩美。青コーナー、ブラックテイ所属、150パンドデビューマサミ。レフリー谷周平。大型選手同士の対戦であります、堀歩美選手とデビルマサミ選手の20分一本勝負です。今日は先ほどもお伝えいたしましたように、最後にジャッキー佐藤選手の引退式がこのリング上で行われるわけでありますが、まあ堀歩美選手はポストジャッキーの一番手として大いに期待されております。試合が早くも始まっております。一方のデビル雅美選手はすでに池下由美選手がジャッキー佐藤よりも一足早く引退を決定しておりますが、この池下のやはり後を継ぐ有力選手の一人であります。さあ
重量戦士同士の対戦、さすがに迫力があります。まずショルダーアタックでいきましたのが堀あゆみ選手であります。早くもカウントが入りました。この両選手の対戦は佐藤さん、いろんな意味で面白いですね。そうですね、まあ、この間ですね、やっと念願のタイトルを手にしたばっかりですからね、はいはい、ルが、片やあの堀の方といえばやはり 3WA のタッグのチャンピオンになったところですね、はい、それではポストジャッキーとして、次の女子プロレスを支える2人ですね、はい、そういう意味で将来的にもライバルになる2人だと思いますね。あ、そうでしょうね、このところも何回か試合をやってるんですけども、堀デビル両選手は共に負けられないといった気持ちがあるんでしょうか。常に好試合を展開しております。今日はましてテレビカメラもあります。共に負けられません、両者の対戦であります。さあ今度は膝を使いました、逆を取りました。最近は佐藤さんね、はい、デビル正美選手はあまり場外で悪どいことをやったりですね、はい、反則技を徹底的に使うというのことはないような気がするんですけどもね。そうですね、やはりテクニックパワーに対する自信ができたんじゃないかと思うんですよね。従来はやはり場外戦を主体にしてですね、中で勝負するっていう形でしたけどもね、これからかつての池下がですね、チャンピオンになるにつれて外での試合が少なくなったような形でね、はいはい、ああいうふうなテクニシャンヒールみたいな形になるような気がしますね。チャンピオンになるとそういった試合のですね、はい、やり方も自然と自分が意識しなくても変わってくるものかも分かりませんね、はい、でまたその力ができたからチャンピオンになれたんだと思いますよね。しかしジャッキーなんか忠告してますけどもね、はい、デビル正美選手はもともと気は決して強くない方で、はい、それをなんとか闘志を表に出そうというんで反則技をやってたんだから、チャンピオンになっても遠慮しないでですね、今まで通りのやり方でやった方がいいということを言ってますよね、それはあると思いますけどね、はい、やはり一つの自信というものが、ね、生まれてくればですね、はい、これから何度も全日本選手権の方をね、どうしていくうちにそれは自然と身についてくるんじゃないかと思うんですけども、はい、しかしどん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 一人ぐらいは悪役のチャンピオンがいても面白いですね。はい、デビル正美選手なんかその一番手なんですけどもね、九州は若松の出身であります。北九州市若松の出身のデビル正美選手、体重もまた一段と重くなってまいりました。もう80キロ近くあるんではないでしょうか。また噛みつきました。思わず痛いという悲鳴を上げておりますのが堀あゆみ選手であります。涙を流してますね。痛さに悲鳴を上げ涙を流しております堀あゆみ選手であります。まず徹底的に攻めまくっております。反則技も使い出しました。今度は手のひらをくっつけて、さあ貫禄も増してまいりましたデビル正美選手であります。攻められておりますのが堀あゆみ選手。さあ、あっと足で反撃どうでしょうか。右手を徹底的に痛めつけられました。さあエプロンに逃れようという堀あゆみ選手であります。デビル正美選手が捕まえた。どうでしょうか。依然として右手を徹底的に攻めております。場外に落ちました堀あゆみ選手であります。カウントが始まっております。テリー周平が今日のレフリーであります。いやいや、ようやくデビル正美選手らしい短歌も出てまいりました。ボンボン喋ってるんですね、こうやってからね、こんなに喋ってるとは思いませんでしたよ。ああそうですか、はい、声を出しもうなんかね、本当にね、この野郎とかね、乗ってくればまだ声出しますよ。もっと激しいんですか。もっと激しいですよ。もしか奥さんに持った場合やったら迫力あるでしょうね、風景がしたら。一回持ってみてください。そんなもんあんた負けますよ。家を先に強くしとかなきゃいけませんね、壁とか柱とか。はいはい、本当ですよ。普通のうちではなかなか進めませんけど、いかにも堀尾芳雄さんらしい感想ですけども、さあ見応えのある一戦が展開されております。しかしデビル正美選手もここまでは一方的な構成と言っていいでしょうね、はい、かなりね、大きな技と細かい技とね、組み合わせ、はい、コンビネーションがすごくいいですね。あ、そうですか、良くなってきました。はい、20分の一本勝負ですからね、はい、これは徹底的にここっていうか攻め込まれましたけどね。そうですよ ね、はい、時間もあっという間に経ってしまいます、はい、休んじゃいけないですね、攻撃しているのは一方的デビル正美選手でありまして、スーパージャンプと言われております。堀あゆみ選手の豪快な攻撃はまだ見られておりませんね。え、まあ、そういう意味でね、はい、理由で攻撃っていうのはね、はい、いいわけですよね。相手のパワーを封じるっていうことにつながりますしね、ね、
そういえばあのデビューさんちょっとあの猪木さんに顔似てますね。え？口元がね。猪木さんにね。ああなるほどなるほど。はいはい。あれ怒るともっと似てますね。怒ればね。怒ればあのメイクといいね。顎の形といいね。さっきからで腕をかぶってあったでしょ。腕にジャムかバターかなんか塗っといたらね。何を言うんですか。まあ、あの佐藤さんなんかは男子のプロレスの方もねあの記事を書いてらっしゃいますが、そう言われてみるとデビルの正美選手ちょっと猪木に出てるでしょうか。あっと今放送席の前であります、はい、場外に誘いました。ちょっと危ないですよ。のりおさん、よしおさん、あっと宮尾さんの横であります。いやいや今聞こえたんじゃないでしょうか。いやのりおさん、よしおさんはもうどっかにちょっと行っちゃいましたね。いなくなりましたね。場外乱闘であります。初めての場外乱闘、呆然としております。唖然としております。ジョリオさん、ユシオさん、放送席帰ってくださいよ。いや頭を押さえております。スーパージャンボ堀歩美選手であります。さあ、あっと上がろうというところですが、エプロンで今あの右手の指をくんづけられました。堀歩美選手、これは痛いでしょう。さあ背中のあたりかなり汗をかいてまいりました。デビルマサミ選手であります。あ、今度はこれは歩美選手が怒った。目には目であります。今度はこれが場外乱闘に沿いました。放送席の横であります。ノリオさんとヨシオさんがもう懸命に逃げてますけどもね、本当に落ち着いて観戦できません。はい、いやいやっと椅子を持った。これはたまりません。放送席の前椅子を持ちました。暴れ狂っております。デビル正美選手であります。チャンピオンになってあまりあの場外乱闘をやらないとか反則攻撃やらないと言ったばかりなんですけども、違いますねこれ今日は。もうやはりあのどうですか、やはりこれが新庄ですからね。はいはいはい。その時のケースバイケースということで、ね、えまだ向こう側椅子を持ってますけど、椅子を持ったままリングの上に上がってまいりますか。ああ今あのレフェリーが懸命に止めております。いやレフェリーにやっちゃねこれあの反則を取られますよ。いやノリオさん、ヨシオさん、いかがですか。あのマイクがね大丈夫ですよ、もう入ってるようですよ。あ、本当ですか。ねえ、さっき逃げちゃったんで壊れちゃったから、はい、マイクテストやってみて。怖いですね、思わず逃げました本当に。いやこんなんとは思いませんでした。わあ、ちゃうちゃうちゃう、ね、いやさ、いや、マイク見る映画やな、これがありますよ、ね、マイク入ってますか。あの本当に気をつけてください。入ってます、大丈夫です。もう僕ビビっちゃって、もう今心臓が早くてね。大丈夫ですよ。さあ今度はジャンボの反撃であります。堀歩美選手が反撃に転じました。ドネローという堀歩美であります。抱え上げました。さあ上からいったホーンの体勢でカウントが入って2であります。これはカウント2でした。徐々に反撃したいという堀歩美選手であります。まああの堀歩美選手も攻められてもですね、まだまだあの新人の頃とは違いまして余裕を持ってますよね。そうですね、やはりスタミナもできましたし、はい、それから技も増えましたし、はい、やはりチャンピオンという自信が一番あの大きな差だと思いますね。はい、この堀歩美選手は前半がいつもペースは遅いですね。スロースターターなんですね。後半になってもあと時間がないなと思う頃にこう、ね、反撃にね、出るんです。もう性格もあるんじゃないですか ね、のんびりした、ね、なかなかあの火がつかないんですよ。しぶといものは持ってるんですよね。はい、力はありますからね。さあこれからどうでしょうか。ボディスタードロップであります。こういった技は力がないとできません。しかし相手も大きいし重いんですから大変ですよね。ものすごいスリルですね。スリルプラスなんか恐怖感ありますよ。はいはい、ね、宮尾さんも気がありませんね。宮尾さんはですね、もうあの相当放送席にいつも座ってますので慣れてまいりましたね。そうでしょうね、宮尾さん動きやねん、細かいところまで最近は観察してますけども、とりあえずおっぴろげてね、のりおさん、よしおさんはもう逃げるのがね先ですもんね。逃げるのは名人でしてね、はい、気をつけてください。本当に今日は大の女子プロレスファンであります西川紀夫さん、上方義雄さん、お二人に放送席に座っていただいております。さあなんとか流れようというデビル正美選手でありますが、ガッチリとボディシターズが後ろから入っております。力比べになりましたですね。そうですね、はい、やはり長い足と太い足です。そうですよね。ああなんとか流れようというデビル正美選手、20分1本勝負、脇に湧いております清水市鈴代記念体育館であります。今日はこの後ジャッキー佐藤選手の引退が予定されておりまして、その引退式が行われます。そうなんですよね、これなんかもあの背中を攻められてますんでね、相当に辛いと思います。
デビル正美選手反撃に移っております。さあ、あ、髪の毛を掴んだ。今度はデビル正美選手の猛烈な反撃。いやー、もうびっくり仰天という表情でじっとリング上を守っております。吉尾さん、のりおさん。しかし、あの、女は残酷だって言いますけども、男に比べまして、あの、徹底的な反則攻撃というんですか、こういうのはですね、あの、多いみたいですよ。あ、盛んに、チョーク攻撃で喉をやられました。残酷攻撃であります。デビル正美選手のチョーク攻撃、ちょっと喉を痛めました。またやってますね。攻めてはいけない喉元を盛んについておりますデビル正美選手であります。のりおさん、この件の、あの、女子のプロレスのね、まあ、あの、攻め方というんですか、はい、どういうふうにご覧になりますか。もう徹底的に反則、また反則でね、やっちゃいけないことをやるんですよね。かぶったりね、はい、あの、喉仏ですか、パンチ入れたりね、やってますでしょ。もうなんかこっちまで痛くなりますよ。そうそうそう、はい、吉尾さんなんか、あの、相当ね、プロレスいつもご覧になってるようですけども、はい、女子のプロレスと男子のプロレス、一番大きな違い、どんなところにあるように思いますか。男子もね、はい、一貫的にあるんですけど、こうやって見たら女子も、あの、なかなかの日韓的なものがございますね。なるほどね、はい、怖いですね、これ。あ、ただ美しさだけじゃなくて、はい、あ、なるほどね。音が強くわかりますね。はい、はい、とにかくもう目をまんまるくしてね、今日はリング上を注目しております。西川のりおさんと上方芳生さんであります。さあ、熱が入ってまいりました。両選手の対戦、20分一本勝負、力と力の対決であります。まあ、ある意味では今、あの、この2人の試合というのは一番見応えがあるんじゃないでしょうか。見応えがあります ね一番パワフルですね、はい、女子プロレスも今代替われていますか、新しい時代を迎えようとしております。確かに、あの、ジャッキーがサリですね、はい、それから池下がサリね、はい、大きく時代が変わってきましたよね、はい、まあ、そういった意味でこれからパワーとですね、はい、スピードと、両方になるんだと思いますね、はい、日本立てでポストジャッキーの1番手、そしてポスト池下の1番手、両選手、大型選手の対決であります。さあ、インディアンデスロックの体勢に入りました。これまた体重があるだけに、堀歩美選手としては辛いところであります。デビル正美選手の構成が続いています。こういう技は有効的なんですよ ね、 そうでしょうね。足が長いですし、ね、はいはい、また太いですからね、デビル選手はなんか笑ってるか怒ってるか、なんかね、中間的な感じですね、なんか表情が。そうですね、不敵な感じで、はい、しかし、あの、あれ怒ってるんです、怒ってるんですか、やはり怒ってるんでしょうね。笑ってできまんかいな、怒られますよ、笑ってるんだ感じです。いやいや、もうそれは大変力が入ってる。ああいうかってのは、やはりこう自然にこう生まれてくるもんなんですよね、戦いの中からね、はい、さあ、なんとかロープに逃れようという堀歩美選手であります。両手がロープについてますけども、どうでしょうか、ロープレークはまだ命じられておりませんか。やはり掴んだぐらいじゃダメなんですね、やはり、あの、体がね、出たないことはダメなんです、入ってこないといけないんでしょうね、はい、はい、今やっと体がロープの下に入りました。しかし一切構わずに、あの、ストンピングをやってます、この辺はもうデビル正美選手独特の攻撃であります。休む暇を与えません。あ、今度はコーナーマットにたきつけました。村元をたきつけましたデビル正美であります。堀歩美選手、今日はちょっと、あの、デビル正美選手の迫力の前に立ち立ちであります。もう残り時間が少なくなってまいりました。両選手日本勝負で、あっと、足を抜いた、一瞬の隙を見て足を抜いてあります。これはがっちりと決まりました。これは早い、思わず決めを上げました。いや、はい、タイミングが非常に良かったですね。堀歩美、見事な反撃であります。足を抜い、顔面真っ赤にいたしまして、頭を抱えて苦しさに耐えております。ご覧ください、デビル正美選手であります。してやったり、堀歩美、さあ、がっちりかかりました。ポジションもいい、ほとんど動けませんね。ちょっといいですね、はい、あっという間でしたね、はい、ね、本当にもう、あの、タイミングが良かったですよね。パッと動いていったわけで、野口さんが言ってるようにですね、これは、あの、タイミングが良くなきゃなかなかかかんないんですね、はい、相手に逃げられちゃいますから、はい、はい、こういう形は、あの、かけてる方もちょっと痛いんですよね、はい、ローリングで逃れようとしておりますデビル正美であります。しかし依然としてガッチリと勝ったまんま、堀歩美選手、顔面もうすでに汗びっしょりであります。さあ、ローリングしてなんとかロープに逃れようというデビル。
デビル正美選手また背中から胸元汗びっしょりであります。ライトに汗が光っている。はい、ロープに両手がしっかりと入っておりましてロープレーク。しかし堀歩美選手が簡単に足をほどこうといたしません。今ようやく足がほどかれました。いやー、放送席の前であります。痛そうですね。足を引きずって場外に逃れております。大丈夫ですよ。はいはいはい、のりおさんと吉野さんがもうねおっからびっくり。特にあののりおさんは相当にあれですね、肝ったもちっちゃいみたいですね。怖いんですか。口は大丈夫です。はいはい、気持ちは小さい。あの声からね受ける感じと全然違いますですね。一番に、はい、相当な昇進もんで、ね、西尾さんの方があの知ってるだけにね、なかなかあの逃げるタンビングもうまいようであります。今放送席の前をゆっくりと通り過ぎました。今日は西川紀夫さん、上方芳雄さん、お二人を放送席にお迎えしております。しかし宮尾さん、はい、これあの宮尾さんが女子プロレスの応援団長、後援会長ですが、はい、副応援団長と副後援会長があの担当してをですね、はい、これからあのちょいちょい忙しいでしょうけども来てもらいましょうよ、ね、そうです ね、ちょっと頼りない感じもしますけども、ね、はい、さあようやく試合はリング上に戻っております。堀歩美選手豪快な技が連発しております。今度は抱え上げました。そしてコーナーマットにお尻を置いてどうするか、パンチをくれて顔面を叩きました。すごい迫力。そして堀が今2段ロープからトップロープに上がった。空振り空振り。さすがにデビルよく見ておりました。あれをまともに食ったら一発で終わりですから一発です ね、あのデビルといえども一発だと思いますね、はい、そうでしょうね。スーパージャンボのもフライングキッカー、これは失敗で、今度はデビルがアーティスを持って脳天に一発。ジャンボ危ない。スーパージャンボもんのり打って床に倒れました。素晴らしい迫力であります。さあ時間はあと1分になりました。上がれるか。今堀歩美上がった。しかしちょっとフラスがであります。あーデビル正美大きなチャンスを迎えている。ジャンピングにパッと高いところ、あっと一瞬の地獄固めにいった。しかしこれもほどいた。さあ時間がありません。カウントが2つ入りました。まさに死闘を展開しております両選手。大型選手同士の対戦迫力がある。ラスト30秒で人間風車の体勢に入った。どうでしょうか人間風車、このままホールに行ったと。しかしダメであります。いやいや力が入ります。時間がほとんどありません。ラスト15秒、今度はどうでしょうか。ブレンバスターの体勢であります。さあ力を振り絞ってもう一回人間風車、人間風車が出ました。そしてホールなるか。カウント2であります。カウント2、決定打が出ないまま今ゴングであります。いやー試合が終わりました。お互いに体当たり、最後に体当たりが出ました。時間いっぱいに戦いました。すごい迫力ですね。すごかったですね。肉と肉のぶつかり合いがありますか。はい、本当にもう肉弾相打つという感じでね、試合としてはデビルさんの方が随分押してたような、押してましたね。最後連続技すごかったですが、はい、判定がありましたらあの引き分け、あの引き分けというか優勢勝ちでしょう ね、あるでしょうね。はい、しかしプロレスには判定はありませんでね、はい、勝負つかず20分1本勝負、両選手力の限りを尽くしまして1敗に戦いました。面白かったですね、はい、本日のレイエット6人タグマッチ6グループ3本勝負を行います。赤コーナーダイナミックジャガー所属145パントオーディゆかり、同じくレッドフェニックス所属 CWA 世界タッグチャンピオン140パントナンシークミ、同じくダイナミックジャガー所属 CWA 世界シングルチャンピオン130パット横田リミ、青コーナー UWA 世界タイグチャンピオン150パットラプリオさん、同じく USA 150パットベティクラーク、
と、ペギーリーレフリーナキーミラー。ご覧のように今6人の選手が次々に紹介されております。これから60分3本勝負、日本側横田理美、ナンシー久美、大森ゆかり、そして外人側がラ・ブリオーサ、ベティ・クラーク、そしてペギー・リーであります。最近はあの6人タッグというのは佐藤さんね、よくあるんですけども、はい、やはりどうしても例えば標的になる選手とかですね、はい、中心になって働く選手とかね、性格的にもですね、こうは色分けされてきますよね。やはり誰を狙うかっていうのはタッグの鉄則なんですよね、はい、だからタッグでは一人で戦うなっていうことになってますからね。ははは、もう、複数でやってますからね、それは一人でやるのは全く無理なんですよ。はい、今もそういったところがちょっと見られましたね、はい、はい、先発がなんといっても 3AA の世界シングルチャンピオンの横田美美であります。横田美美が大きな選手のペギーリーを今抱え上げて投げました。さあそして今度は大森ゆかり登場であります。あーっと今肘打ちみたいなんで行ったんですか。エルボーですね。エルボーで行きましたね、はい。さあ大森ゆかり選手、今日は2人の世界チャンピオンの中に入っての登場であります。どういうことになりますか。さあ大森ゆかり選手が今3人の外人組に捕まってしまいました。この辺りがまあ外人組としては当然狙いなんでしょうね、はいはい、言ったように、ターゲットですね、はい、この辺を。ラ・ブリオーサは覆面をした選手であります。メキシコのチャンピオンであります。どうなんですか、外人組3人の中ではやはり覆面をしてますけども、ブリオーサあたりが、はい、リーダーになるんでしょうか。ね、やはり言葉の障害があるような気がするんですがね。そうですね、メキシコの選手はほとんど英語使いませんもんね、はいはい。まあ、そういった意味でペギーリーとですね、はい、クラークのどちらかですね。あ、そうですか、アメリカコンビの方が主導権に行って、なるほど、このコンビネーション、トリオを決勝するという、はい、パターンになりそうですね。なるほど。さあベティ・クラークが出てまいりました。大森ゆかり選手を今捕まえております。ロープに振ったーっと、これまたエルボーで行きました。なんといっても体があります。大森ゆかり選手、なんとか手を伸ばして立つという体勢でありますが、簡単には許してくれません。こういったタッグバッチになりますと、外人選手はうまいですからね。うまいですね、タッグの方がうまいですね、はい、慣れてますよね。どうも宮尾さん、はい、日本の選手はタッグマッチがあまりうまくないような気がしますけどもね。そうですね、どうもこの連携プレーというのはまずいですね、はい、特に悪い方の息がぴったり合うんですよね、外人組っていうのは。さあ早くもコーナーに捕まってしまいました大森ゆかりであります。一番若い選手であります。キャリアも浅いということで当然標的になります。手を伸ばしてますが、今タッチしてランチー組の登場ですが、あーっとラッキー村、これを許しません。タッチしたところを見ておりませんでした。ちょうどね、ベティクラックはブラインドに入ってましたからね、はい、そうですか、あの辺がうまいですね、ねえ、やっぱりね。しかしよくレフリーが見ているところでタッチしろということは言われてますんでね、仕方がないとしてもですね、はい、どうもレフリーももう少しよくしっかり見てもらえるとね、いいような気がしますね。そうなんですね、レフリーに聞いてみますとね、外人の場合はですね、やはり言葉が通じないっていうことがありますからね、はい、ついあっちの方ばかりこう見ちゃうということがあるんですよね。そうですか、最近は全日本女子プロレスではどうも、今レフリーをやってるラッキー村にしてもですね、はい、外人組にですね、ひいきをするんじゃないかと、テレビをご覧の多くのファンの皆さんからね、フジテレビの方にも投資があるんですけども、はい、この辺は佐藤さん、どういうふうにご覧になりますか。だからまあ今言ったようにですね、つい言葉があるのでね、日本語を見てしまうということになります。そうですか、なんとなくそのまま向こうの心情的にですね、はいはい、アメリカビーチというんですか、外人ビーチの形が多いですね、はいはい、ねえ、はい、これなんかもナンシー確実にタッチしてるんですけども、肝心なところを見ておりません。まあ外人選手の陽動作戦もうまいのかも分かりません。さあ依然として大森ゆかり選手が捕まったまんま、これなんとか早く先輩の誰でも結構ですから、2人とも世界チャンピオンですから、ナンシー組横田美美どちらにタッチしても情勢は変わってまいります。しかし大森ゆかり捕まったまんま、お腹に一発パンチ、どうか。さあ今度はどうやらタッチしたようであります。これは使用がありません。さあ 3AA のシングルチャンピオンの今横田美美登場いたしましたが、あれレフリーがですね、今ブラックデビルの方の例えばデビル正美選手の言うことを聞いてですね、はい、ノータッチだというんでね、改めて、判定を変えたようであります。
今の態度なんか相当悪いんですけどもね、宮尾さん、どうもあの自信がないんでしょうね。レフリーももうちょっとやっぱりもうちょっと正確に見てほしいですね、はい、ね、個人的な感情は分かりますけども、まあレフリーの外人が好きなんでしょうけどね、はい、今日は再三お伝えしておりますが、放送席には西川のりおさん、上方よしおさん、のりおよしおのご両人にも座っていただいております。6人タッグ、まあ、なんともそのうるさくやかましいあの試合になりましたけども、いかがですかのりおさん。これ反則馬が作ったのが勝ちみたいですね、はい、反則馬だから連続ですね、思い切ってやった方がいい、そうですね、もうカウント勝てられる前にかなりたくさん進んでね、技ですね、はい、特にね、なんかもうみんな一癖も二癖もありそうなね、大事レスラーの方がね、はい、やって不気味ですね、一癖二癖二癖四癖ありますからね、本当にどうしようもありません。あの吉尾さんなんかですね、このレフリーの、まあ、態度というんですか、この辺どういうふうにご覧になりますか。最初からもう、はい、ファイトしてるんじゃないですか、だんだん普通だったら最初普通にやってますけどね、はい、なんかもう最初からなんか怒りの塊みたいな、なんか ね怒りのぶつけみたいで、はい、さあ依然として日本側は一番あの、まあ、非力といいますか、この3人のメンバーの中ではキャリアの浅い大森ゆかり選手が徹底的に外人組に捕まっておりまして、なかなかタッチを許されておりません。白人レスラーの背中が真っ赤ですね、はいはい、もうね、白人はすぐにあの真っ赤になりますですね、はい、もうあの気合が入ってる、試合開始と同時に真っ白な肌があのピンク色に染め上がりましてね、現在は真っ赤という感じであります。場外乱闘になりました。日本が起こってとうとう場外乱闘であります。まあ、あまりにもあの大森ゆかり選手が一人で攻められてますんで、現状打開という感じで場外乱闘に入っていったんでしょうね。そうですね、はい、いやまず持ち込まれたんですかね。あ、そうですか。しかしこうなるとどうなんでしょうか、日本側もあの外人相手の場外乱闘というのは非常に最近うまいですから、むしろ外人の方が場外乱闘には慣れておりません。さあ今の場外乱闘うまく生かせるといいんですけども、依然として捕まっているのは大森ゆかり選手であります。あの交代時なんですけどね、はい、あの早くかなりやられてますからね、それだけ外人組がよく狙いを定めていいですね、やっぱり、ね、研究してますね、分かってるんですよね、はい、研究してますね。でも逆にですね、日本側としては例えばリーダーがあの 3AA シングルチャンピオンの横田あたりだとすればですね、はい、何かあの指示を与えたりですね、はい、できないもんですかね。ですからレフリーが一人ですからね、はい、ですから一人のレフリーを自分の方に引き付けておいて、ナンシーのナンシーが入っていくとかですね、逆に利用しなくちゃいけないね、もうそうでしょうね、レフリーの性格がああいう性格ですからね。外人側はあのレフリーの注意を引いたりする、はい、そのいわゆる陽動作戦がうまいんですよね。うまいですね、さあ今覆面レスラーが登場しておりますラ・ブリオーサ、今日は清水市の鈴代記念体育館からお送りしております。満員のお客様から覆面取っちゃえ取っちゃえという声が飛んでおります。覆面レスラーが出てきますとどうしてもあの覆面を取って素顔を見たいと、これはあのお客様共通のね気持ちのようですよ。そうですね、あのそれにやはり覆面してるからですね、はい、悪いことをあのするんだというね気持ちがありますしね。で事実あの、まあ、メキシコの選手ですけども、あの従来やはり覆面してやはり悪いことするということですから ね、悪いことしても顔隠してりゃなんか何やってもいいみたいな気持ちが強いですからね、はい、吉尾さんね、レスラーは覆面をしますとねちょっと性格が変わるというか、本来はしちゃいけないようなこともさっとできるんだそうですね。で覆面をつけると、はいはい、覆面をねつけるとね何かあの性格が変わるというか、反則攻撃なんかあのやりやすい、ありますよ時々あのね、はい、ところがねあの覆面離すとね逆に反則負けになるんです、はい、本来離しちゃいけないんでしょ、はい、でも、ね、彼女の場合は覆面は取らない方がいいかもしれませんね。取ってびっくりするよりもね取らないと、まあ、なんということを言うんですか宮尾さん、それじゃあ何かあのブリオさんに悪いじゃないですか。でもそういう感じですよ。そうですか、なんか憎たらしいじゃないですかね、はい、現在はオシークラックが登場しておりますが、これだけプレーは鮮やかであります。さあようやく日本側コンビネーションが出てまいりました。さあ2人がカリコブレンバスターであります。カウントが入っております。ラッキーゾーンがカウントが入っておりますよ、今度は大森ゆかりトップからナンシーが飛んだ。これは素晴らしい、そうです、ダイビングボディープレスであります。そしてあーたったったナンシーどうも持ち上げることができません。6人の選手がもう入り乱れております。ナンシー・ベティ・クラークを挙げようといたしましたが、さすがに重いようであります。
さらばと抱え上げましたボディースラム。あ、力持ちのランチ上から行ってカウントはどうか、入った。ちょっと3つ目遅かったが入りました。1本を先取いたしました。日本側であります。満員の清水市鈴洋記念体育館、6試合になっておりまして、60分3本勝負であります。横田リミ、ナンシー組、大森ゆかり、ベティークラーク、ペギーリー、ラ・ブリオーサ、6人の選手が入り乱れて熱戦を展開しております。まず1本を取りましたのは日本側であります。ナンシーが鮮やかに取っております。さあ、ナンシーとブリオーサの対戦で2本目勝負が始まっております。あっと、ナンシーいったドロップキック。さあ、今度は買い上げました怪力のナンシーでありますが、相手の感情が相当に、わーっと背中からビール瓶ですね、とうとう狂気を持ち出しました。クラークであります。外人選手の狂気攻撃は十分注意しなくてはいけません。中に水が入ってましてね、これで背中をやられますともうひとたまりもありません。ナンシー、それから大森ゆかり、怒った表情が見えております。さて、メキシコのラ・ブリオーサが今入ってまいりました。ナンシーとの対戦であります。あっと、お腹を蹴りつけました。今度はパンチ攻撃。あー、ロープの後ろにはペギー・リーがいます。髪の毛を掴んでおります。次々にパンチ攻撃を浴びてております。さあ、捕まってしまいました。ナンシー組であります。1本を幸先よく取った日本側でありますが、1本を取っただけに今度は外人選手の手段を選ばぬ反則攻撃が非常に恐ろしくなってまいりました。さあ、ナンシーが捕まっている。ロープに振って2人攻撃であります。あれ、ネックブリーカーになってるんでしょうね、はい、ダブルクロスラインって言うんですけどね、はい、あれやはりネックブリーカーですね。そうですね、はい、2人で行っております。本当にもう背中が真っ赤になっております。背中真っ赤のペギーリー、引きつく間がないですね、これは、引きつく間がね、はい、もう6人になるとね、収集がつかなくなるんですよね。だからメキシコの場合ですとかね、アメリカの場合、やはりレフリー2人制取ってるケースもありますね。そうですか、はい、6人タッグなんか当然レフリー2人制の方がいいですよね、はい、1本取ってもなんか取ってなかったもなんか雰囲気は一緒ですね、取っても取られてなかったもね、え、はい、1人がやられるだけですから ね、そういう形になるんですね。さあ、ナンシーが捕まっています。さあ、ボストンクラブの体勢に入った2人がかりのボストンクラブは当然反則であります。ああ、出てきた選手も出ていきました。もうこれしょうがないですね、出ていかなくちゃね、相手がしたい放題であります。したがって日本側の選手といたしましても、もうピンチになったらどんどん出ていってもらいたいところであります。そうですね、目には目ですね、もう6人タッグはしょうがないですよ、宮尾さんね、これはもうやらなきゃいけないですね、はい、黙って見通しはないですね。今出ております外人選手はペギーリーであります。横田リミ選手はタッチしたと言っておりますけれども、ラッキー村はどうしようもありません。このところもずっとこういったレフリングが続いております。さあ、この間にラ・ブリオーサ出ました。ナンシー組を後ろから互い締めのような体勢であります。本当に体が分厚いんでしょうね、ナンシーと比べますとね、大人と子供ですもんね、ナンシーも日本人がそんなに小さい方じゃないんですけどね、そうですよ。しかし後ろから何か抱え込まれるようにしておりますナンシーを見ますと、まるで大人と子供であります。さあ、今度は横田リミが出てまいりました。 3WA の市民のチャンピオンであります。横田の攻撃、あーっといった、ヒップ攻撃であります。さあ、横田、さすがに世界チャンピオンらしい素早い動きであります。軽快な身のこなし。さあ、ここで大森ゆかりが出るか。大森ゆかりは十分に注意しなくてはいけません。今日は張り切っているのは分かるんですけどもね、外人組のうまいコンビネーションプレーに捕まってしまいます。あー、この体当たりは見事であります。ジャンボ宮本を思わせます。さあ、抱え上げて叩きつけました。さすがに力自慢、大森ゆかり選手十分に見せ場を作って今ナンシーにタッチであります。さあ、今度はナンシーがまた抱え上げました。悲鳴を上げておりますブリオーサ、上から行って、さあ、ストレート、ダメダメダメであります。
さあ今出てまいりましたのはベティ・クラークであります。クラークが出てまいりました。どうもあの2人攻撃であります。もう何が何か分かりませんね。分かりませんですよ、特にあのレフリーはですね、自分で何やってるか分かんなくなるんじゃないでしょうかね。そうですよね、しかしまあ大柄ですね、やっぱり外人というのはね、あの体の厚みが違うでしょう。すごいですね、2と2のぶつが刈り合いみたいなね。はいはい、本当です。今日は人気の西川のりおさん、上方義雄さん、まああのジャッキー佐藤の引退ということもあります、忙しい中をこの清水市の鈴代記念体育館に駆けつけてくださいました。先ほどからもう目をまん丸にして観戦中であります、はい、特にあの場外乱闘なんかありますとね、危ないですから。真っ先に逃げてますね、のりおさん。真っ先に逃げてください。もう3秒もあればすぐ逃げられますから。宮尾さんが、ね、横で意外と笑ってるんですよ、はい、宮尾さんは最近落ち着いてましてね、もうあの女子プロの解説者ですから。エラモンのお話怖いですよ、はい、これからも一つあのちょいちょいですね、はいはい、見に来てください。ぜひ呼んでください。はい、お願いいたします。どうぞ。6人タッグリング上は相変わらずの熱戦でありますが、もう何が何だか分からなくなりました。ちょっと反則率が反則ですからね、まずですね、あのロープでね、はい、タッチロープでですね、やしますでしょ。その感じですね、コーナーで、はい、捕まっておりますのはナンシー・フィー選手であります、はい。ああ横田美選手が怒って出ていきました。しかし今度は逆にブリオーサに捕まりました。向こう側ナンシーがロープで目をこすられております。摩擦熱で大変なことになります。さあ場外に落ちました。もうノリオヨシオさんはあっという間、逃げております。さあ場外乱闘であります。リング上でも試合が行われております。もうこうなるとどこを見て放送をしていいかわからなくなります。満員の清水市の水曜記念隊、あーっと強烈な技が炸裂しております。ちょっとナンシー危なくなりました。水槽投げであります。水平投げを受けておりますナンシー。さあナンシーがちょっとグロッキーだ。この間に今度はリング上横田リミであります。横田リミ、あーっと、まあこれどうでしょうか、決まるかどうか。このままストレートで勝てるか。これは立派なものです。鮮やかであります。鮮やかなエビ固め。いやすごい。今のはあの日本側がですね、あっという間に隙をつきましてね、はい、うまかったですね。速攻の勝利ですね。ハラハラハラすぐ時でね、はい、スリーズでも喋ってる間でもすぐ待って、はい、はい、落ち着いてください、落ち着いてください。試合の方は終わりましたですけどもね、今度はあの顔面を真っ赤にして外人味が起こってますね。しかしこれは仕方がありません。お酒飲んで真ん中くなります。あ、すいません、言うてる場合です。本当に日本側鮮やかな勝利でございました。立派なものでございました。お送りいたしました清水市鈴代記念体育館、今日は60分3本勝負をお伝えいたしました。この後ジャッキー佐藤いよいよ引退式ということになります。昭和56年5月21日、女子プロレス界のスーパースタージャッキー佐藤選手が引退することになりました。文字通りリングに咲いた真っ赤な大輪、ジャッキーに対して惜しみない拍手と感謝の気持ちを送ろうではありませんか。ファンの皆さん、盛大な拍手をお願いいたします。それではまずここで引退記念試合でございます。今日引退記念試合の相手を務めてくださいますのはマミ熊野選手です。長い間ジャッキーの良き敵でございました、相手でございましたマミ熊野選手が
今日はジャッキー引退のメモリアルエキビジションマッチに出場してくださいます。これから5分間のエキビジションマッチでございます。ジャッキー最後のリングをどうぞご覧ください。レフリーを相務めますのは審判部長の松永。さあゴングが鳴りました。マミクマのジャッキー佐藤、ジャッキー最後のリングであります。さあバックを取りました。そしてまず首投げであります。ジャッキーキック、素晴らしい迫力のジャッキーキックが早くも炸裂、また出ました。どうぞファンの皆さん、ジャッキー最後のリング、いつまでも思い出に残しておいてください。ジャッキーのパンチ、今なお現役ナンバーワンの力を持っておりますジャッキーであります。今日のこの引退試合のために十分にトレーニングも積んでほしくに。さあ力比べになりました。マミのキックが飛んでおります。マミのキック3連発、あっと見事に足を挟みました。足を取ったマミであります。さあチョーク攻撃、例によってラップファイトのマミ熊野選手であります。さあ今度はロープに登った、2段ロープからトップロープ、そして髪の毛を掴んでそのまま行きました。マミの例によってラップファイトが展開されております。さあジャッキーちょっと失礼になりました。またコーナーポストに行った、今度は逆を取って回転蹴りが体勢に入って、カウントは2であります。さあまたジャッキーの攻撃がついております。ロープに打った、あっとパチッといった、ジャッキーの水平打ちであります。そしてジャッキーキック、おなじみの迫力ある攻撃がついております。そして大技ブレンマスターが出ました。さあホールの体勢でカウントがまた入っている。ジャッキーの迫力のある攻撃をご注目ください。本当に昭和51年の2月ビューティーペアを結成いたしました。一世を風靡いたしました。ジャッキー佐藤、今日が最後のリングであります。さすがのマミ熊野選手、両手逆を取られて苦しそうな悲鳴を上げております。さあまた買い上げましたボディースラムであります。強烈なボディースラム。さあもう一回持った、これは迫力があります。さあポイントが入りました。いや本当にこうしてあの佐藤さん、ジャッキーの動きを見てますとね、はい、まだまだ十分現役としてチャンピオンとしていけそうな感じがしますかね。そうですね、惜しいですね。はい、宮尾さんいかがですか。いやもう残念ですね。そしてもったいないって気がします ね、はつらつとしたジャッキーの動きを見ているファンの気持ちも全く同じでしょう。そして今日ジャッキーの大ファンとして最後のリングに駆けつけてくださいましたのりお、よしおのご両輪も本当に感無量の気持ちでジャッキー最後のリングを守っております。特別引退試合でありますメモリアルエキビジションマッチ、相手をしておりますのはマミ熊野選手であります。本当にマミ熊野選手ともね、数多くの名勝負を展開してまいりました。そうですね、ブラック、それからビューティーペア、はい、まさにあの女子プロレスの一つの歴史でしたからね。そうですよね、大きなあのエポックメイキングな時代がありました。真っ向から対決して戦ってきただけにですね、友情は深いかも分かりませんね。そうですね、はい、今日はどういった気持ちでジャッキー最後のリングを相手をしておりますか。マミ熊野選手であります。さあジャッキーがいった、上から行きました、カウント2、背中を真っ赤にいたしました。相変わらずすごいですね。すごいですよね、この大技はやっぱり誰も真似ができませんね、はい、大技プラス迫力ですね、はい、しかもスピーディーな攻撃であります。あーっと後ろに落とした、バックドロップ、ジャッキーの18番、さあどうか、カウント2であります。ジャッキーの18番、バックドロップが出ました。さあ今度はどうか、コブラツイストの体勢に入りました。コブラツイストの体勢であります。次々に大技を出していきます、ジャッキー佐藤。さあこれはロープレーであります。レフリーを務めておりますのは審判部長の松永俊邦。さあジャッキーキック出ました、迫力あるジャッキーキック、さすがのマミクマの選手もしっかり見ております。さあカウントが入ってどうか、
いやいかにも苦しそうな表情、腹を落ちて耐えました、マミ熊野であります。ジャッキーの本当に息もつかせぬ猛攻が続いております。シーンと見守っております。満員の清水水鈴代記念体育館であります。ジャッキー最後のリングです。ジャッキー最後のレスリングです。さあバックを取った、バックを取った、どうか、アタトミックドロップ見事に決まりました。アトミックドロップであります。大技連発のジャッキー、今度はロープに振ってどうするか、あっとクロスチョップ、あっと押し倒しました。迫力あるクロスチョップであります。さあマミの動きが止まってしまいました。そしてどうでしょう、ブレンバスター、ブレンバスター、これは完全に決まって、今ゴング鮮やかであります。時間が切れました。ジャッキー最後のリング、相手を務めてくださいましたのはマミ熊野選手でございます。長い間ジャッキーの宿敵といたしまして名勝負を展開いたしましたマミ熊野選手、本当にありがとうございました。ジャッキーの思い出に残るいくつかの大技をファンの前に披露してくださいました。
ジャッキー、久しぶりのあの駆け巡る青春ね。はい、マキからもあの一言ね、ジャッキーを送る何か言葉をお願いします。いやもうさっきずっと試合を見てて、はい、なんか武道館を思い出しちゃって ね、自分が引退した時のことを思い出して、はい、なんかもう胸がいっぱいで熱くなってきてね、本当お疲れ様でしたの一言ですね。この2人がもうあのファンの皆さんね、たくさん今日は駆けつけてくださいましたけども、BP 旋風を巻き起こしてね、女子プロレス旋風を起こしたわけですけど、あ、ジャッキーね、ジャッキーのあのお父さんお母さんですよね、佐藤忠さん、そして佳代子さんでございます。いや本当にあのジャッキーの試合をね長い間見守ってくださって、ジャッキーがあの知らない時でも会場の隅の方でねいつもジャッキーの試合を応援してました。はい、じゃああの、花束を預かりましょう。お父さんお母さんから改めてね、はい、我が娘花束の贈呈でございます。はい、お母さんもどうぞ。はいはいねえ、はい、お父さん、お父さんは最初あのジャッキーのプロレス入りはね心配で反対したってに聞いてますけどもね、7年間本当に王座に立ってねよく盛り上げてくださいました。何かあの一言ね、長い間本当にご苦労様でした。本当に皆さんありがとうございました。はい、それじゃあのジャッキー一つリングの上からファンの皆さんに最後のご挨拶をね、はい、はい、ジャッキー最後のご挨拶でございます。はい、いつの間にか6年という日が、流れ去りまして、その中には言葉に表せば表すほど軽くなるような、そんな大きな感謝が皆さんに対して、そして全日本女子プロレスという私の後輩も含めまして温かく見守ったおかげで大きな体験を一つ一つこなすことができたと思います。不十分ではありますけれども、やはり自分の心情として何事でも、できるだけの努力を尽くして、それから誠意を持って皆さんに接するという面では自分も精一杯やってきたつもりです。これからは結局このリングから去っていくわけですけれども、やはりジャッキー佐藤の中身は変わらずにありたいと思います。やはりここでいろいろな人と接し、いろいろなことを学び、これをこの先の自分の新しい人生に生かせることができたら大変嬉しいと思ってます。ですから皆さんも少なくとも女子プロを見て、またジャッキー佐藤を見て何かを学び取ったこと、それを一つの糧として自分だけの自分らしい人生に生かして、本当に皆さんも、充実した人生を送れればいいなと思っています。今日この場を借りてジャッキー佐藤は6年間の選手生活を閉じます。本当に皆さん長い間どうもありがとうございました。ジャッキー佐藤涙の爽やかなご挨拶でございました。それではマットに咲いた大輪の真っ赤な花、ジャッキー佐藤の引退を10カウントでファンの皆さん送ってください。Thank you.
のような精神をマットにかけたジャッキー佐藤の引退式でございました。涙で送るファンの人たち、涙で応えるジャッキー佐藤、これから場内を一周してファンの人たちに最後の別れであります。先導をいたしますのがホストジャッキー1番手堀歩夢選手、そして 3AA の横断についている横田凛、さらにはナンシー久美、ホストジャッキーの有力選手たちに今担がれましてジャッキー場内を一周であります。遠く東京から大阪から全国から駆けつけましたファンがジャッキーの最後のリンク、そして舞台を送っております。場内を一周するジャッキー佐藤、本当にあの全日本女子プロレスに大きな歴史を足跡を残しました。ジャッキーがデビューした時、あるいは中学生だった子は今もう大学生でしょうか、高校生だった子はおそらく一児のお母さんになっているかも分かりません。ジャッキーと共に青春を分け合った今ファンの人たちはどんな気持ちでこのジャッキーを送っているでしょうか。さようならジャッキー、そしてありがとうジャッキー、手元にジャッキーへの電報が来ております。長い間ご苦労様、いろいろ思い出をありがとう、本当にジャッキー私たちにいろんな思い出をありがとうございました。悲しいしかし爽やかなジャッキーの今日の引退であります。花に囲まれ、そしてポストジャッキーの有力選手に今担がれまして、ジャッキー佐藤がリングを後にしております。涙でファンの皆さんに最後の挨拶をしたジャッキーですが、今はもうあの笑顔が戻っているようです。多くのジャッキーファンに囲まれて本当に華やかだった、しかしあっという間の1年間でした。ジャッキー佐藤の出番だ、それあーこれは強烈、これは強烈、もう一つ見てないで一気に、あーもう一つ畳み込むんですよ。そうですね、あっと大和田が出るか、さあスープレックスに持っていくか、甘いな甘いな、あーこれは強烈だ、チャンス、スリー、やったやった、しかしジャッキー佐藤牧上田見事に新チャンピオンチームになりました。スパナを出しました、ブラックペアスパナを出しました、ジャッキーがめちゃくちゃ、アイドルジャッキーがめちゃくちゃ、ラスト2分36秒、レフリーストップ、バックペアが怒り狂った、なんとまあ後味の悪い試合でしたが、見事にジャッキーが一人で 3AA のタイトルを防衛いたしました。ご覧ください、花道を今ゆっくりと登場する世界のジャッキー佐藤、日本武道館はまだに興奮のるつぼであります。ラスト